が、1979年、プロに入った時の監督が根本陸夫さん。よかったですね。そうですか。根本監督で。これが逆に最初に広岡監督が来たら、はい、僕は潰れてるかもしれないですね。ちょっとそれについてかなり詳しく聞きたいところではあるんですが、そのまず根本陸夫さんなんですが、その後はライオンズの管理部長として、まあ、現在で言うと GM 的なことをされていたんですね、はい、例えばコーチの編成とかスカウト、トレード、選手の獲得などあらゆることをしていたのが根本さんでした。そしてその管理部長として手腕を発揮しましたが、その後はダイエーの監督や球団代表として功績を残しました。まあ、ユニフォームを着ていた時代の私、話がちょっとわからないんですが、どんな監督だったんですか？ザニアン、はい。僕からでいいですか？ジュイちゃん、はい、どうぞ、先輩、いいですか？どうぞ。やっぱりね、僕の中では、本当に親分っていうんですかね、頼れる監督であって、監督だけではなく、親父さんみたいな雰囲気があるんですよね。で、入団の時に入団交渉ももう受けてるんですけど、はい、もう、あ、ここはやっぱり西武ライオンズだなと思っちゃうぐらい、相手をね、はい、こう、頼む、お願い、手伝ってくれとか、その発言にね、こう、ジーンと来るものがあるんですよね。だから、まあ、兄弟で、やっぱり根本さんがこう言うから、セブンに入ろうかっていう風になったんですよ。じゃあ根本さんいなかったら巨人行ってました？可能性はあったですね。おー、はい、松沼兄弟揃って。長嶋さんの、話も当然聞いたんですよね。はい、で、すごく華やかな人で。で、次に根本さんがそんな華やかじゃないんですけど、説得力がある。これが違うね、監督。交渉役が違う人だったら、そうそうそう、違えば、はい、やっぱり、ジャイアンツにっていうふうには、多分思ったかもしれないですね。こういうのは巡り合わせとか、その、運とかね、そういうのがあるんですね。やっぱり、運とかね、はい、大事な、そう、大事な部分だと思うんですけど、まさに、弱かったけど、楽しかった一年だったですね。なんか練習は非常に緩いという言い方変ですね。だから思ったんですよ。確かに1年目で、はい、めちゃめちゃこう、しごかれたということではなかったんですか？違うんです。大人扱いしてくれたんですよね。あ、もう、まあ、ベテランというか、まあ、社会人経験で入ってますし。そうなんですよ。だから、そんなに、体をいじめるというよりも、自分が積極的にトレーニングしていれば、OK だよというような感じだったんですよね。だから、自分の、ことは自分でこう、作れた。やれやれやれって言われたわけじゃないんで、はい、だから、すごく、やりがいはあったですね。一年目いきなり、フロリダのブラデントンでキャンプやって、ね、で、日本でオープン戦せずに、帰りどっか寄って、最後にハワイに寄って、オープン戦やって。はい。だから、まあ、メジャーのグランド、パイレーツのね、キャンプ地でやらせてもらったんですが、行った当初、2月1日は寒か、あ、2月1日だったかな、寒かったんですよ。はい、で、うわ寒いなと思ったんですけども、根本監督が半袖でね、はい、南国だっていうところをやったんですよね。だから、やっぱりタレントなんですよ、根本さんっていうのはね。で、徐々に暖かくなって、練習時間が徐々に長くなるかというと、長くはならない。へ、グランドコンディションが悪ければ、キーパーの方が使わせてくれないので、もうやらないで休みになったりもするわけですよね。だからそういうところで観光かなんかできちゃったりするんですけど、だから、はいはい、プロの厳しい練習っていうのは僕あんまり1年目経験してないんですよ。で、その代わり新聞記者とかのインタビューでは、はい、中身が濃いっていう答えを出したんですけど、別に中身は濃くなかった。そのブラデントン行く前にね、伊豆の下田でキャンプやったじゃないですか。その前高輪プリンスホテルの駐車場ですけどね。そのね、下田のキャンプ私ね、当時まだマクドナルドの店長時代なんですよ。行ってんですよ。あ、来たの？セブンはね、はい、1年目で、うん。で、行ったら風が強くて、はいはい、風が強いからって練習終わって、もう宿舎までみんなユニフォームで走ってました。ちょうどその時、私車でね。はい、ありゃそこの、下田のね、キャンプが、海っぺりなんですよ。はいはい、だから結構ね、ね、風がね、で、長方形の変なグラウンドでね。そうそうそう。グラウンドって、なんていうかね、野球場じゃない。野球場ほら。だから、こんなとこでいいのかなっていうような。プロ野球のキャンプが。あれは、あれ、あれは合同自主トレですか、今で言う。
あれはキャンプでしたっけ？もうキャンプなんですよ。キャンプでしたっけ？うん、あのね認められたんですよね。うん、ユニフォーム着てね。そうですそうです。だからまあ一応キャンプなんですけど、で風が強いからって言って早めに8キロ以上あったかな。はい。そのぐらいですか ね。うん。これが一番辛かったですね。長いもんね。でも8キロだったら今のね選手も普通に走るレベルの距離ですもんね。まあまあまあね。はい。うん、でも精一杯、はい、そこだけはまあまあ走ったんですけど。はい。僕、ロングラン嫌いじゃないですか、マラソンとかね。長距離よね。長距離全然ダメなんですよね。それを先輩に励まされて、ね、ようやく行ったという。でもそんなね、それが一番厳しい練習なんだから、ね、あとは、もう本当午前中でね、フロリダで終わってね、はい、先輩方はビール飲んだりしてね、これでいいんだなと思いながら、まあピッチングだけはちゃんとしてるんで、はいはい、まあ自信もちょっとあったんで、まあ、折れることはなかったですね。アピール場所はあった。おとやんも同じような練習メニューなんですか？年齢が違っても。そうですね。ただ、おとまつの方は、大学から来てるじゃないですか。はい、僕、社会人4年で結構苦労してるんで、はい、そのちょっとした体力の差が、はい、差はあったと思うんですよね。ああ、なるほど。その時だけね。選手に合った練習メニューというか。その年だけ。あとは全部お友達が抜いてるから。で、兄貴、公式戦でね、1年目全然勝てなかったですか、はい、チームがね。チームが。12連敗ですか、うん、そうそうそう、うん。その時って、根本さんはどういう、まあ、態度っていうかね。いや、ベンチでは、必ず毎回、レッツゴーっていうのが口癖でね。それイニングが始まる前に。そうそう。さあ、守りに行くぞとかね。はい、攻撃するぞっていうの、はい、レッツゴーレッツゴーって言ったってね、そんなにレッツゴーできない。さあ行くぞってことですけどね。今のね、中日の森重和監督の現役時代ね、はい、長継ぎかなんかやった時に、はい、ベンチに戻ってスパイク履き替えた時に、根本監督がね、ピッチャー交代告げに行く時にパッと目があったんですね。はい、で、根本監督が、違うピッチャー言う、を球審に言う予定が直前に目があったから、はい、つい森重和って言っちゃった。ああ言っていた、森重和言ってた、ね、でも一回も言っちゃったらダメなんですよね、はい、そうです、はい、それで森重和当時の投手は、はい、すぐもうベンチ前でキャッチボールして肩作ってどうだったんですかその時は。抑えたんじゃないですか。抑えたんだよね。意外といけるのよ。その時だけはね。逆になんか切羽詰まってるというか。そう、その後はまたピッチングし直したりするんですけど。はい、でも目があっただけでそんなこと言っちゃう。見たままを目に、口に出しちゃったんですね。いい監督だ。投手起用とか采配についてはいかがだったんですか。僕ね。はい。まあ、結構勝たしてもらったじゃないですか。16勝を挙げて。そうなんですよ。新人王。そうなんですけど。はい。やっぱり根本監督のおかげの部分は強いんですよね。初回に3点ぐらい取られるじゃないですか。そうするともうね、監督によっちゃさ、はい、もう変えるでとか言うじゃないですか。そういうこと一切言わなかったですね。だから3点取られても回を追うごとに立ち直ってきて、はい、最後逆転して勝つんですよ。だからそういう部分では僕には運があるんですけど、はい、監督が全然変える素振りがしない。これがやっぱり大きかったですね。当時も中6日でした。あ、何日だろうね。もっと中5日ぐらいじゃなかったですかね。そうした中で結局16勝を挙げるということで、だいぶ褒められたんじゃないですか監督からは。どうなんだろう。褒められたというより、はい、他のピッチャーが勝てないじゃないですか。なんか僕だけ。そうですね。12連敗して連敗を止めた。まあ結局、そのシーズンの、西武ライオンズの初勝利が、まあ一応、アニアンなんですもんね。それはもうたまたまだと思うんだけど、でもそういう、巡り合わせみたいな、運みたいなのが、その一勝によって、ずっとその年は、付きまとっていったんですよね。僕より強くないんだもん、だって。4.03 だもんね。あ、そんなにそんなもんですよ。それで16勝も勝っちゃうんだからさ。やっぱり運はね、あ、いけない。さあ、使っちゃって。どうぞ。どうぞ、16勝10敗。防御率 4.03。そうなんですよね。中島さん、実際にその根本陸夫さんという方は、どういう方だったんですか？現役時代とか。私はもう全然そういうのを知らなくて、はい、ただね。やっぱりね、親分だよね。そんな感じですよね。見た目がね、まあ見た目もちろん怖かったですよ。怖かったでね。眼光鋭く。そうそう、ね。目を赤くしてね。はい。まあ、人間なんてのは3時間寝ればいいんだよっていう
監督で寝ないんですよね。へー。で、監督なんだけど、はい、いろんな裏の交渉事もやってるんですよね。ああ、はい、はい。密かに。はい、はい。だからそういうところでは、まあ、GM を兼ねてるような監督なんですよ。ユニフォーム着ながらも GM みたいな。そうですよね。まあ、なかなかそういう方いませんもんね。そうですね。各球団にも。そうそう。着ながら無理でしょうね。無理ですよね。だから、僕はもう、ね、ユニフォームの家、管理部長の時に初めて会って、いろんな話をね、まあ、同じような話もあるんですけどね。はい、僕は一番ね、当時もう自分でも30過ぎてましたけども、その時根本さんに聞いた言葉で忘れられないのが、知らないことを知らないと言える勇気を持てと。はい。これ単純なんですけどね。なかなか特にね、はい、30過ぎちゃう、過ぎた人間のとってすごくこれがね、知らないことをあやふやに知ってるみたいなことを言っちゃうと、はい、その後が大変なんですよ、結構。取り繕ったりは。そうなんですよね。胸が痛い。じゃないですか。胸が痛い。兄は何をおっしゃるんですか。その言葉は私は非常にね、はい、残ってますね。そうですか。だからもちろん謙虚な気持ちを持てということで、素直な気持ちを持てということなんですけどね。一言言っていいですか。はい、僕は電車で来るじゃないですか、ここにね、はい。で、その途中にお菓子を売ってるとこがあるんですよ。で、ちょっと覗いてみたら、はい、色紙が飾ってあったんですよ。はい、それで、終わりなき旅。根本陸王って書いてあって、もうびっくりしちゃって、もう何年も経ってるのに、飾ってあるんですよ。その親父の顔見てさ、人が良さそうで、思わず買っちゃうんですけど。お菓子を。そう。でも、やっぱりね、根本さんの偉大さを、やっぱりそこで感じましたよね。今、兄貴言ったでしょ、親父って言うんですよね。はい、みんなね、お世話になった人たちってね。そんな雰囲気ですよね。皆さんが慕ってらっしゃった方なんですね。1999年に、ね、お亡くなりになられてますが、はい、うん、ね、もう急に亡くなっちゃってね、びっくりしましたけどね。実際に、その、まあ、関根純三さんと法政大学時代では、バッテリーを組んでいた時もあり、はい、そして、選手としては現役わずか4年。そうなんですね。そんなもんだったんですね。実績あまりないんですよね。はい、ただその後は近鉄でスカウトや二軍コーチなどを務めて、あの土井正広さんをスカウトして、18歳の4番バッターに育てたというエピソードがあるということなんですよね。でも結局ここから埼玉西武ライオンズ、西武ライオンズの歴史が始まっているわけですもんね。その初代監督根本陸王さんについて今ご紹介いたしました、はい、この後はですね、二代目の広岡達郎監督の話に移るその前に一曲です、はい、1982年に根本監督から広岡監督へ。本当ですよね、はい、二人目の監督でよかったですけど、はい、びっくりしましたよね。こんなに厳しいことを平気な顔して言う人がいるんだと思ってね。はい、まあ、自主トレなんかね、もう、100メーター、200メートルを100本とか、そういう回数を言うわけですよ。はい、普通は10本ですよね。100本。それを100本って平気な顔して言って、スマーしてやるわけですよ、はい。で、僕らもそれについていくしかないので、はい、まあ、延々とやるんですけど、はい、そこで思ったのは、はい、意外とみんなできるんだなと。やればできる。やればできる。そうなんですよ。さすがプロ野球選手。その代わりも汗びっしょりですよね。今ね、片山アナウンサーがね、はい、コメント言うんでしょ、うん、最後のとこね、広岡監督は健康上の理由で退任すると、はい、僕とアニアンが目と目があってね、うん、はい、んそれだけっていうね。と言いますと、知らない、まあ、ちょうどこの1982年に、まあ、広岡監督がなられて、うん、文化放送ライオンズナイターがスタートするそうです、ね、わけなんですけれどもね。そして中川重志郎さんがレポーター、コメンテーターということになると。そうですね。いうことで、はい、で、その健康上の理由以外にもあるんじゃないかというのは。まあ、健康上の理由からすると、はい、優勝決定の日にね、ちょうど療養していて。長野のね、諏訪の方に行ってて。はい、で、代行が黒江さんだったんですよね。そ、はい、それで僕投げてたんですけど、はい、最後東尾さんが締めてね、はい、試合終わったんですけど、そのぐらいしか知らないけど、他になんか重鎮ありました？なんか、ね、僕は兄に聞こうかと思ってた。あ、なんで？なんか、ただ、はい、でもね、要するに5年契約で4年終わったところなんですよね。はい。はい、なんかあるんじゃないかなと思ってね。いや、なんかあるかどうかわかんないけど、うん、僕は、お世話になった監督として、はい、ね、うん、私一番広岡監督のイメージでね、はい、思い出すのは、アニアンの投げるモノマネ。うまいっすよね。うまいの。
監督が監督がですよ。監督が。監督がアニアンの、アニアンのこう、こうやって投げるんです。本当ね。アンダースローで。アンダースロー。これはね、今考えたら、はい、まだ50歳いってるかいってないかぐらいでしょ。そうですね、50前でしょ、まだ。ね。それが分かるんだけど、はい、その当時僕なんかもうすごい年いってるし、だなと思ってて、はい、投げたら、はい、僕よりいいボールを放るんですよね。何を。いや、本当なんだって。そんなですか。ショックですよね、かなりね。そう、僕ら、力任せに投げるじゃないですか。そうさ、ぐちゃっというボールが行くんですよ。はい、で、それじゃなくって、シャーって投げる、これやってシャーって投げるんだって言ったら、はい、シューっとこう、血を吐くようなまっすぐが行くんですよ。へぇそれを僕が真似するんですよ。へぇ広岡監督が僕の真似したんだけど、はい、広岡監督の真似を僕がするんですよ。よくね、歌真似もそうじゃないですか。歌真似も上手い人、もちろん歌唱力がないと絶対真似できないって。はいはいはい、やっぱり、広監督、その辺がもう投げるのも打つのも、それこそ、はい、バッティングフォームも、モノマネ上手ですもんね。はい、へぇ石毛より上手だってね、うん。石毛もすごく上手かったんですよ。はい、でも、お前下手だって言って、直していったんですからね。そうで何よりすごかったのがね、ノック、はい、内野手ノック、はい。普通ゴロ左右に振るじゃないですか、右に行ったら。それが、ノックを受けてる人間が、遠いともう諦めちゃうじゃないですか。はい、はい。その諦めちゃう遠さは打たないんですよ、決して。もうギリギリに追いつく、ギリギリに追いつくところに、はい、打ち分けるというね。そう。だから選手をうまくするのは、ノッカーに責任があるって常々言うんですよ。だからノック打つ人もすごくプレッシャーがかかるんですよね。うん、で、そうやって、石毛もうまくなって、辻も、これはやっぱり敬語でいこう。辻監督もね。そうやって上手になっていったんですよね、はいうん。確かに辻監督もやはり広岡さんにこうマンツーマンで教えていただいた経験が生きてるって話を。はい、そうです。だから今でも辻監督は、見本を俺は見せられると言ってるんですよね。キャンプでも。もう俺はもう50近いけど、広岡さんはあの当時は50歳だったんですね。そうなんですよね。ちょうど82年就任した時は50歳で。あーはーはーはい、ね。若かったんですけど、でも選手より上手いっていうね、うん、そういうイメージを持たせると、うんはい、そうやって教わった選手はついてるじゃないですか。そうですね。だから投げろ投げろってね、1日200も投げさせられて、はい、まだ夜間練習をまたそれだけ投げて、はい、でももしかしたら上手くなるかもしれないと思っちゃうんですよね。実際になったんですけど、上手い方にそういうふうに言っていただけると。かなりきつい練習であっても、ついていこうと。うん、そうですね。で、ついていって壊れるやつはね、はい、多分はい、いるのはいると思うんですけど、はい、秋山浩二がね、毎朝毎朝、特打ちをやって、はい、こんなにやったら壊れるだろうと思うぐらいやって、壊れない。だから、一流プレイヤーになったんですけども。でも、就任1年目は結構選手との確執っていうかね。結構ありましたね。そうですよ。厳しいことばっかりじゃないですけどね。一番は、やっぱりアルコール禁止とかね。まさにその管理野球というのは、そうです。野球、もうすべての生活になるわけですね。そう。だから、普通は肉を食べるじゃないですか。はい。で、栄養士を呼んできて、はい、肉はダメだよって言ったりすると、と思うじゃないですか。で、牛乳はダメで、豆乳ならいいとね。で、お米は玄米、白米でしょ。玄米。そう。だから、キャンプの時ね、玄米こんな真っ黒いのが出てね、はい、みんながブーブーなこんなの食えるかって言って、しぶしぶ食べたりしたんですけど、はい、結果的にはね、はい、結構体にいいっすよ。そうでしょうね。ね、肉を食べすぎるともたれるじゃないですか。肉食べないからもたれないんですよね。反発する人はいなかったんですか、それに。影の反発者はたくさんいましたよ、うん。影でお酒飲んだりとか、肉食ったり。あ、うん、そうそう。ね、東尾さんがキャンプの時に、アルミの夜間にね、ビール入れて、中井さんを買収してね、入れて、で、茶碗、湯飲み茶碗じゃないですか。湯飲み茶碗、ね。あれでね、ビール飲んでたっていうね。そうだったらわかんないだろうって。何人かいましたね。あ、ニアンは僕顔に出ちゃうから。真っ赤になっちゃうからね。なるほど。だから飲まなかった。でも、はい、部屋では飲みましたよ。やっぱりね、少しぐらい冷たいビールをグッと飲みたいじゃないですか。そうですよね。美味しいんですよ、これ練習から帰って風呂入ってね。はいはい、その一杯が美味しいの。でも、顔が冷めるまでに時間がかかるから、はい、それをこう、あんまり飲みすぎないようにしてね。はい。まあ、そうやって、広岡野球にはついてきました。1年目ね、
特にベテランね、東尾さんとか、はい、田淵さんなんか、太田さんもそうですね。太田、田淵さんも、うん、もう合わなくてね。だから結局その、反骨心みたいなのが、その野球のパ、野球へのパワーになってたんだね。はい、あれがね。いや、本当にいじめかなというぐらいなことを言っといて、はい、で、そのベテランの選手たちが、うん、何クソって言ってやるんだよね。うん、すごい活躍ですよ。で、優勝して胴上げするんだ、胴上げって喜ぶあれじゃないですか。そうですね。優勝して胴上げして、広川さんを脅すために胴上げしたいっていう、そういうね、悪知恵というか、目的がすごいですね。大人たちの。ひどいね。そうですか。立場によっていろんな言い方が。いろんな、やっぱね、そういう理由とかもね、パワー、まあ、もちろん落としませんでしたけどね、はいはいはい、でもそこまで言う、あれで。クソっていう思いが。結構、要望とかね、うん、結構したんだよね。そうですね。だから、フロントには、あまり受けは良かった、良くなかったかもしれないですけど。うん、まあ、でも。それは設備とか、設備とか、選手とか。なんだろうね。その辺の中身までは分かんないですけど。まあでも、勝ったんだもんね。1年目は全校規制があって、前期優勝して、後期日本ハムの、とのプレーオフで勝ったんですけども、83年2年目は、変則、今でいうクライマックスみたいなのがあって、2位に、5ゲーム以上、5ゲーム以内だったらば、1位と2位のプレーオフで、日本シリーズの出場権っていうのがあって、はい、そのルールが決まった時に、はい、広川さんがもう、はい、怒りまくってね、そんなのもうルールじゃないって言って、で、ぶっちぎりで優勝しちゃったんですよね。83年は、うん。そんなことがありましたよね。その管理野球という話では、前に森重和さんに伺ったお話で、はい、駒沢大学時代にもっと厳しかったから、うんうん、ライオンズに入って緩くなったと思っていたと。はい、広岡監督の管理野球も勝つためには当たり前じゃないかと思ってたって言った、うん、その人によって捉え方いろいろ違ったってことですね。そうです。まず、だから、同期ですよね、はい、森重和監督と。はいはい、重和か監督か監督、うん。監督。今のドラゴンズの監督ね。はい。根本さんの練習は楽だったから、うん、多分そこで、大学とかね、の練習に比べてすごく楽っていうのはイメージは持ったと思うんですけど、広岡監督になった時は、やっぱり結構厳しかったですよ。森はね、ついていけるだけの体力あったから、まあそう感じたんでしょうけど。まあ投手に関しますと、完全分業制というものを、はい、広岡さんが取ったと。これ画期的だったんですか、かなり。だと思うんですよね。先発だった森重和がね、はい、抑えのピッチャーになって、はい、結構、抑えるじゃないですか。そう、僕なんか助かるわけですね。先発しかできないんだから。で、僕がいて、長井保つって左がこう、いてね。はい、長井さんね。で、右が入って、はい、で、森重和が抑えていくんですけど、はい、そう、結構、僕なんかもう、力が落ちてきたから負けちゃうんだけど、そこで負けそうなところで変わって、はい、そのまま勝ち逃げしちゃうんですよね。だから、いい、システムだったしね。そういうのは当然、今の野球ですと当たり前になってますけど。もう全然当たり前ですね。はい、100球は少ないと思うんですけど、はい、だいたい今100球じゃないですか。そうですね。で、ライオンズはね、7、8、9はもうね、はい、いるから6回じゃないですか。はい、そうですね。この辺がちょっといいなと、羨ましいですね。当時は、アニアの時でも、まあ、110とか。頭数はあまり関係なかったですね。イニング。イニングですね。7、8、9。で、森重和が行くみたいな。僕ね、この1年目、2年目ぐらいから、広岡監督と1対1で喋れるようになったんですけどね。はい。試合前の練習中、広岡監督って、今、バテンケージの後ろに来る監督多いんですけど、はい、広岡監督は外野と内野の中間のファールラインにいるんですよ、大体。でもね、自分で、気持ち決めて、スタッサって言って、はい、そこで話すとね、いろんな話してくれるんですよ。で、マンツーマンで話すでしょ、はい、で、それこそね、当時は放送なんかで喋れるような内容じゃなくても、選手を結構こき下ろすんですよね。広岡監督、それが一つのね、ストレス解消じゃない、ないかと思うんですよね。そうですね。解説になられてからもね、結構厳しい言葉言うんですけど、選手に対してもはっきり言いますよね。ここがダメだ、うん。で、ピッチャーなんていうのは、一人で投げたい気持ちは結構あるんだけど、はい、黒板出してきてね、はい、お兄ちゃんは5回と3分の1ぐらいが平均だって言って、うん、これじゃあ評価にならんとか、
そういうこと言うわけですよね。はい、東野さんなんてほとんどカウントペースで投げるから、はい、この差がすごくあって、そういうお前はダメだみたいなことを言うわけですよ。はい、そう、もうちょっと投げたいなって思うわけですよね。それが、まず最初こう出された時には、はい、ちょっとイラッとするわけですよね。イラッとっていうか、そうなんだって。はい、あんまり感じないじゃないですか。勝てばいいと思ってる方だから、はいはいはい、だから途中で変えられても勝てば、まあ、よしとして、気持ちよくお酒が飲めるわけじゃないですか。それが5回3分の1が平均だったら、はい、もう先発ピッチャーとしては、失格だよ、みたいな感じで言うわけですよね。じゃあその人心掌握術というか、そう、しっかりとこう、ね、選手に対しては、こう、頑張ってこいよ、もっとやれるだろうっていうような。うん。うん、いや、でも言っときますけど、うん、いつでも厳しいこと言ってるわけじゃないですよ。はいはいはい。いいピッチングして、はい、握手するときの、はい、にやっとこう、ニコっていうんですかね。はい。笑ったときは、すごく、そうですね。ああ、よかったって思いますよ、僕なんかね。うん。だから呼び方もね、今、アニアン自分で言いましたけど、お兄ちゃん、そう。ね、広岡監督はね、アニアンじゃなくて、お兄ちゃんって言うの。で、工藤公康今監督ね、はい、ソフトバンクの、坊や。坊やずっと坊やって言ってましたね、うん、工藤公康投手のことがね、うん、でね、何よりもアニアンがね、はい、広岡監督にねこう憧れたっていうかね、あれは、はい、広岡監督の1年目ですから82年、アニアンのところに男の子が生まれたんですよ。女で長男、末っ子長男生まれた時に、はい、なんで広岡監督の名前の一文字をつけたんですよ。冗談じゃないですよ。僕はそういうことはしないです。自覚を調べて、たまたまです。またこれ。またまたじゃない、たまたま。そうですね。しっかりとね、立つの字が入ってる。さすがだな、ニアも。でも結果的には良かったですよね。まあまあ、ね、達也って名前ですけど、はい、ね、本当に意識してないんですって。僕は画数にこだわって、はい、背番号15だから、はい、全部15画をつけてやろうという信念のもとやってるんです。でもね、15画が立つ以外にもたくさんあるじゃないですか。まあそうですが、ね、でもこうパッと、やはりこう恩師のね、頭に浮かんだんですかね。で、東尾さんによく言われました。でも嬉しかったでしょうね、当然ね。うん、まあピッチャー陣の中で、はい、ほとんどが女の子なんですよ。そうなんです。あ、そうなんですか。そう、みんな女の子が生まれた。へぇ。で、その中で僕が男の子、できたって東尾さんが羨ましそうに言ってたんですよ。そうですね。すごい温まるお話ですね。本当に忘れてることをね、うん、思い出させるところが憎いよね。35年のお付き合いですよ。す、ね、森監督時代は恐ろしい強さですね。在任9シーズンのうち8度リーグ優勝、6度の日本一。アニアンは90年まで現役ということで、そうですね、はい、やっぱり森監督、これ、すごい時代ですね。まあ、選手もね、いい選手が揃っていましたし、はい、使い方次第だと思うんですよね。その使い方がすごく、うん、良かったですよね。特にその使い方というのは、はい。どういう、いや、僕は4年連続2桁勝ってたんですけども、はいはい。まあ、その年から低迷したんですよね。だ、僕を使わないで違うピッチャーを使うという、それが優勝に導くという、そういうパターンですかね。そうですね。言いたいことを言えなくなっちゃったでしょ。いや、85年が14勝6敗、ね、はい。ですよね。はい。でも89年11勝5敗。それは、しばらく低迷した後ね。そこら辺が難しいところなんですよ。なるほど。その代わり僕がどうして勝てなくなったかというと、はい、いい選手が入ってくるからじゃないですか。うん、だからそういう意味では、やっぱり強いチームだから、ローテーションの6番目の人は、出たり入ったりするわけですよね。だから本当に強いメンバーがいて勝ったと思いますよ。まさにその投手王国を築いた時代でしたもんね。はい、そうですね。84年にね、85年に広岡監督退任して、はい、その時の公認候補でいろいろ名前が上がってたんですよね。ほう、森監督はね、6番目ぐらいだったんですよ。そうなんですか。当時の6番目。そうです。候補として。結構有力とかではなかったんですか？いや、なかったんですよ。だからみんなあれという感じ。そうですね。それはあったですね。なんですよ。うん、それでどういった方々が候補には上がってたんですか？まあ当時の二軍監督だった和田さんとかね、いろいろありましたけどね。あと森監督就任して、はい、一番最初にこう、選手の気持ちを掴んだのは、はい、広岡監督時代さっき厳しいって話ありましたよね。はい、でね、広岡監督の時休みはほとんどなかったんですよ。ね、月曜日でも練習して。はい、でも森監督が一番最初に取り
あげたのが、休みを設けた。シーズン中休日を。ですから月曜日ね、うんうん、お休みにしたんです。それまで広岡監督の時は月月火水木金金なんて言われてたんですけども、それが、森監督がその休みを作った、休みの休日を作ったっていうのが、選手たちには評判良かったですね。やっぱりレギュラーはね、連戦だから、終わって休むっていうのはやっぱり大事なことですよね。そうですよね。アニアもその、一日休み、できるとだいぶ違いましたか、気持ち的にも体的にも。完全休養日って今ね、2日目に取るんですけど、はい、僕らの時代まだ完全休養日ってほとんどないんですよ。で、晩年最後の方に完全休養日っていうのができたんですけど、いいピッチングしたことがないから完全休養日しないで罰走をやってましたね。罰走、お前一日走っとけっていう感じですよ。罰走、それは罰走で走るの、罰走、そう、それでやったりアメリカンノックを受けたりですね、そういう日だったですね。まあ、実際に寿司郎さん、巨人に対して日本シリーズで4勝0敗という、これ90年、そうですね、最後僕が引退するとして、そうですね、これはね、いわゆる AKD がもう円熟期ですかね、秋山清原デストラーで、それでジャイアンツがもうピッチャー斉藤とか牧原とか桑田、いいピッチャー いて4番の清原をすごいマークしてたんですよね。4番の清原をマークしすぎて、はい、5番のデスラーデにガーンって打たれたっていうのがね。これがあり、ちょっと、だから、まあ、舐めたわけでもないんでしょうけども、はい、秋山清原に神経が行きすぎて、はい、で、デスラーデにそこやられちゃったっていうので、あるよあるよで、だって4勝のうち2つ完封でしょ確か ね。ピッチャーが良くてね。ピッチャーが良くて。だから普通だったら 4つで終わっちゃうと先発ピッチャーね、投げないで終わっちゃう、そうですね、ね、ケースもありますもんね。いや、この90年はもう、はい、すごかったですね。もう圧勝という感じでしたけど、それこそ各隊員がね、得意のフレーズは監督寝てていいよっていうね、調子がいい時はもう監督の仕事 ないから、はい、って自分本当に9回までね投げ切って勝っちゃうんですよね。そんなところもありましたけど、取材していてもその強さっていうのは感じてました、寿司郎さん。もういわゆる選手が大人ですかね、はい、だから90年ですね、90年からハワイのマウイキャンプを行ったんですけども、はい、それはマウイだと練習量限られちゃうんですけども、もう当時は大人の集団でしたから、はい、いわゆる体作りだけでマウイキャンプ行ったんですよね。で、もう主力ほとんど決まってて、で、2月の中旬まで、ね、ハワイで体作りって、で、帰ってきてから、コーチで、技術面をやって、今まだ、でも選手がそんなに、まだ成長過程の選手だったら、そんな、キャンプの、海外キャンプは、緩すぎ緩いって言ったら変ですね。結構楽ですからね、時間的にも。で、施設とかも不足してますし、その辺では、うまく、選手たちのね、いい時期をうまく使ったっていう感じですよね。実際にアニアンは根本さん、広岡さん、森さんと指導を受けましたが、はいはい、どの監督、まあ、やりやすさとか、自分 そのコンディションをなんかこう整えていくっていうところですと、まあ、やりやすさとか、結構まあ、当然管理野球とかあって、で、自主性を重んじるとか、一番はやっぱり僕をこう、なんで、成長させてくれた人が、まあ、広岡監督ですけども、まあ、そういう、僕がもう、ダメだなと思ったんですよ。3年目、プロ入って3年目に、ほとんど勝てなくて、肩も痛くて。で、終わるかなと思ったところで再生してくれたんで、まあ、やっぱり広岡さんの技術はすごいなと思いますよね。やっぱり一番ですね。根本さんは僕を、こう、大人扱いしてくれて、結構、楽しくやらせてもらいましたけどね。でもまあ、広岡さんのね、恩師と呼ぶ広岡さんでも、かなりこう管理野球で辛い練習の中での、はい、まあ森さんっていうのも、まあ多少まあ、なんていうんですか、リバウンドじゃないですけど、ちょっとこう、楽っていうと表現違いますけど。別に楽じゃないですよね。はいはい、勝ち残んなきゃいけないという、こう、緊迫したところで、また違った心境なわけですもんね。で、ピッチャー陣が充実してて、塩崎哲也がね、1位で入ってきて、はい、同じ部屋でハワイでね。あ、そうですか。この態度を見て、はい、やっぱりドラフト1位かと思う。そういう物おじしない。で、実際にもういいピッチングを見せるわけじゃないですか。はい、あ、この
サイドスローには勝てないかもしれないと思いますよね。やっぱりボールも速いですしね。で、肩にも来てね。みんな変則ピッチャーが、僕をこう、はい、やめろやめろっていうわけですよね。いや、そんなことはないですけど。まあ実際に、その二人がね、非常にいいピッチング、いい投球をして、僕は結局、先発でもダメ。っていう形になって、まあ引退したんですけど、まあでもやっぱりレベルの高いピッチャー陣の中で最後は、まあいい思いはしてないですけども、はい、納得のできる、終わり方だったと思いますよね。当然その、まあ球団から、また他のチームから、はい、来てくれよみたいな話とか、現役に対する、もう少しやってみたいとかっていうのは。そこが根本さん管理部長のすごいところですよね。紹介してくれるって言いましたよ。他の球団でも。でもお前な、あと何年できるんだって、はい、38ですからね、はい。だったらもう、今、辞めて、放送会に行って、やったらどうだ、紹介してやるよって言って、就職させてくれたんですよ。だそれで最初苦労しましたけど、はい、今になって、まあまあ、まあ、大したことないですけど、役に立ってるんですよね。喋れるようになって。すごい、そこまでレールを引いてくれたんですね。そうなんですよね。だから入るときと、辞めるときと、はい、まあ、両方お世話になったんですよね。やっぱりこう、今いろんな話をこう振り返ってますけれども、やっぱりその時の情景とか、思い出しますか、はい、そうですね。やっぱり根本さん、最初と終わりですよね。やっぱり親分肌で、最後まで頼りになったですね。頼りになったっていうか、お世話になりましたね。ただこの森監督の時、9年間在籍して、8回リーグ優勝、はい。で、リーグ優勝逃した89年っていうのはね、例のブライアントの4連発なんかあって、はい、非常に最後までね、優勝争いしてて、はい、この年ね、春のキャンプで、はい、伊藤勤捕手がね、はい、足首靭帯を痛めちゃって、序盤、4月いっぱい棒に振っちゃったんです。ゲーム出られなかったんですよ。それで、なかなかね、チームがね、スタートダッシュがつかなかったんですよね。そんなこともあったんで、まあ、たらればですけども、はい、これで伊藤勤捕手が元気で最初からいたら、またドーンといったら、もしかすると、V9 できたんですよね。それほどの充実と。でも、ジャイアンツの V9 っていうのは、はい、自由競争、ドラフト制度ないですからね。だからこの時の、はいはい、もうこれだけ勝ち続けたっていうのは、やはり今では認められないドラフトで、ドラフト外とかね、いわゆる隠し玉とかありましたけど、その辺の作戦の勝利でもあるわけですよね。その、いい補強ですよね。いい補強ね。だからその辺はフロント、もちろん森監督の試合もそうなんですけども、はい、やっぱり初代の根本監督がフロントで、もう、いわゆる、なんて言うんでしょうかね、勝てる体制を整えて、要するに現場は、現場で頑張るというのがうまく機能してましたよね。あの当時はね。やっぱり、根本監督の引き際ね、優勝できるメンバーが揃ったから、じゃあ厳しい監督にバトンタッチっていうところで、優勝して。優勝したんですよね。ただ3年やって良いで結局退いてるわけですもんね。そうなんです。あとは、好きにじゃないですけど、任せろっていう形でね。そういう感じで入ってきましたよね。結局、その根本さんの貢献、功績もありまして、森監督が9度、ね、9年、9年のうち8度しか優勝、日本一が6回と、すごい記録なんですね。ただ森監督もね、ちょっと選手の好き嫌いが激しくてね、終わりの頃ね、トレードの問題とかでね、はい、私一番、ね、ライオンズに関わってて、残念だったのが秋山浩二のトレードなんですよね。これはね、秋山浩二と渡辺富美男と内山智之ピッチャーと、はい、で、大栄から佐々木誠、橋本と、それから、右の村田というピッチャー。すごいトレードがあったんですよね、これ94年のオフに。でもね、僕、ほんとね、秋山だけは出してほしくなかったなっていうのが、今も振り返っても一番こう、残念でしたね。当然、今、じゃあ、ライオンズのね、秋山翔吾選手がトレードとかになったら、多分同じぐらいのね、騒動になるっていうね。もうその時、根本さんは、大円にいたんですよね。はいはいはい、大円にいたんですよ。西武辞めて。だから、その辺で、根本さんは、大円王国を作るためにはどうしたらいいかっていうね、作戦でいきますから。はい、その辺ですよね。はい。
今日はですね、西武ライオンズ監督列伝、現在は三代目森正明さんについてお伝えいたしました。97年、98年のリーグ優勝は、ベテランの伊藤捕手に加えて、西口、塩崎、松井和夫といった選手が中心になりました。アニアン、その時代というのは、東野さん監督になった時に、はい、僕は西武ラインで入って、はい、ずっとエース東尾治さんだったんですよね。はい、だからその人を何とか抜こうと思って抜けないわけじゃないですか。で、最終的に引退されて、で、監督になってきた時に、どういう野球やるのかなと思って、すごく興味ありますよね。はい。で、最初に、俺は優勝しなくて、最初は選手を作り上げるような、そういうことを言ってたような気がするんですよね。その通り、やっぱり選手をね、こう育て上げるみたいなところに力を入れていたので、優勝しなくても、あ、言ってることは、そういうことかなと思いましたけどね。やっぱり東尾さんも親分肌みたいなところがあって、はい、まあ選手は、こう、ついていく姿勢っていうんですかね。それはあったと思いますね。東尾さんが監督になってすぐ今までの、それまでの管理野球から脱皮するということで、はい、柵は作るけど檻は作らないというね、名言残してるんですよね。柵は作るけど檻は作らないというね。そういう、かなり完全に出られないわけではなく。でもある程度のエリアは囲っとくよという、あれですよ。で、やっぱり、ね、現役時代の東尾さんは、はい、阪急のね、強い時に、福本美乃だっていう1、2番コンビがいたんですよ。はい、足の速い、はい。で、そのイメージがあるから、相手のピッチャーの嫌がる足の速い1、2番を作りたいって言うんで、松井和夫をやろうと思うとかね、はい、あの辺を1、2番に据えて、戦ってましたよね。やはりそこにはこだわってらっしゃったんですか、そうですね、やっぱり相手の。ですから当時、ヒット、フット、ゲットというね、キャッチフレーズ、今一番の頭に残ったのがそれなんですけども、はい、ヒット打って足を使って点を取るというね、ヒットフットゲットってありましたけどね。で、結局97年、98年2連覇したんですけども、はい、共に日本シリーズは勝てなかったんですけど、これは96年に清原が FA で、巨人に行ったんですよね。はいはい、そこで、まあ、今年の岸と菊池雄星じゃないんですけども、はい、要するに清原が抜けて鈴木健がものすごくこう力を伸ばしたんですよ。で、鈴木健が主力になって、はい、打線を引っ張ってって、で、この97、98年の連敗につながったんですけども、それともう一つは、須藤豊さんをヘッドコーチで招いたんですよね。はいはい、で、やっぱりこれがね、絶妙だったですね。二人がね、いいコンビで、東尾監督が怒ると、はい、須藤ヘッドがなだめ役なんですよ。で、須藤ヘッドが叱ると、東尾監督がなだめ役なんですよ。この辺のバランスがほんと絶妙でしたね。だから、今で思うんですけど、監督とヘッドの関係っていうのは、これが理想なんだなっていうのはね、それはもう取材してて感じましたよね。アニアンどうですか？まあでも、東尾さんってピッチャーじゃないですか。はい、で、須藤さん野手じゃないですか。その役割的なものはあったんじゃないですか。まあ、それはね、そうですね、うん。やっぱりピッチャーっていうのは、そんなに、基本的にはピッチャーをよく見るけど、うん、攻撃に細かさはあんまりないじゃないですか。任せちゃいますもんね。そうですよね。だから、須藤さんは逆に全体的に見ながら、ピッチャーは東尾さんに任せるような、そういう感じですもんね。うん、だからそういうのは、いいコンビですよね。いいコンビですね。で、東尾須藤ラインってどういうつながりだったのかなと思ったんですけども、はい、そのね、東尾監督就任する前、もう、その5、6年前ぐらいに、東尾監督がある、ちょっと事件というかね、ちょっと、まあ、麻雀なんですけどね。まあ、その辺はまあ。そう、うん。それで、その時に、謹慎で、はい、二軍にいたんですよね。はい、二軍調整した時に、当時の横浜の二軍監督だった須藤豊さんが、東尾投手のところに来て、はい、いろいろ話して、腐るな、お前腐るなよ、頑張る。それからずっと、こう、なんていうんですかね。だから、実際に、同じチームでやったとかそういうのはないんですけど、そういうつながりがあって、後々、その5、6年後に、監督ヘッドとして、チームをまとめて、優勝に持っていくっていうね、こんなのも一つのドラマですよね。そうですね。どこでね、そういう縁が生まれるかわからないですけどね。時々とも僕ら取材してても、ありますよね。あの二人の共通点は何だろうっていうのね。はい、で、すぐメーカー見て出資意向とか調べるんですけども、はい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 、共通点ないんですよね。ね、でもどっかで繋がってるんでしょうね。実際にそれがまたね、チームの優勝に繋がっていくわけですからね。メッセージテーマが、思い出の監督、
ということでいただいたメッセージを紹介していきましょう、はい、まず私から茨城県土浦市のラジオネーム土浦のまっちゃんさんからいただきました。じゅうちゃん知り合いじゃないの？ね、僕も地元じゃないの？そうなんですか。今、顔を上げましたね。片山アナ、まゆみさん、こんばんは。こんばんは。記憶に残る監督、茨城県人としては、アニアンが、はい。鳥で二高時代に指導を受けた、はい。木内幸男監督。はい。鳥で二高と上層学院で優勝。茨城弁でのインタビューへの受け答えは最高でしたよね。アニアンの木内監督との最高の思い出教えてくださいという。僕は軟式野球を中学校までやってね、初めて公式にやるのに、はい、うん、まあどこに行こうかなって、悩んでて、はい、で僕千葉なんですけど茨城でも良かったんですよ、うん、ある程度の学区ないみたいな、越境中、はいはい、越境なんですけど、はい、ですもんね、はい、で砦に行こうってまあまあ強いという。そうですね、うん、だまあ行ってみようかなって入ったんですけど、はい、入った時はそんな怖い人だと思わないんですよ全然ね、まあよく喋る監督だなと思って、うん、はい、で3月にいきなりオープン戦入学前だけど、はい、ライトかなんかで使ってくれちゃって、この監督僕使ってくれるんだっていう思いで入ったんですよ、はい、でずっと内野手をやらせてもらったんですけど、でなぜかバッティングピッチャー専門だったんです、ずっと1年の時、はい、僕内野手なんですけど、でそういうコントロールが良かったらしいっていうか僕も良かったですけど、はい、だからそういうイメージは1年の時は怒られるというよりも、はい、バッティングピッチャーで役立って当時上投げ、上投げです、上から投げて、でその1年間終わって、またレギュラークラスになった時に、はい、干されたんですよね、お前なんか、まあ、下手くそなんかいらないからっつって、もう一人の同級生が使われたんですよ。きっかけとか何かあったんです？なんなのかよくわかんないけどね、僕は自分の方が上だと思ってるんだけど、でもそのもう一人の方を使って、もう嫌な思いしてたんですよね。で、まあ、なんとか抜こうという思いは多分あったんでしょうけど、はい、まあ、でもそうやってね、木内監督に言われて、はい、仕方なくちょっと補欠に回ったんだけど、はい、結局戻って3年になって、やっぱり練習試合行って、はい、エラー、三振して、叩かれて、はい、あ、叩かれたんだよ。んで、そうなんだ、まあ、叩かれるね。そう、で、不適されてたら、はい、試合終わったら、はい、お前かん、キャプテンにするって急に言い始めて、俺が不適されたらキャプテンになれるんかいって感じでさ、言われたんですよ。それはまあ、その懲罰的なことというか。監督がやっぱりまずかったかなと思ったんですかね。うん、キャプテンにすることによって、自覚をみたいな感じなんですかね。何なんだろうね、僕みたいな。本当に大してね、思いやりもない自分勝手なね。それで結局、キャプテンやらされたんですよ。で、試合。胸に C マークなんて当時はないですね。ないです。当然ないですね。そうですね。で、まあ、部員も少なかったんでね。まあ、なったんですけど、で、その後、ピッチャーもなって、うん、で、最後負けて、結局押し出しで負けて、お前なんかいらねえって言われてんだけど、いい思い出はあまりないの。結局はないの。うんうんうん、でも、決断力みたいなのがあって、はい、僕をピッチャーにしたという、きっかけが木内監督じゃないですか。はいはいはい、だから木内監督がお前ピッチャーやれって言わなければ、はい、今の僕がきっと全く違った人生、そうですね、そう、内野のスーパースターになってたんですよきっとね。そっちですか。なるほど。でもピッチャーに なって、結局いい道を歩んでるんだから、やっぱり木内さんの見る目、まあこういうのもなんだけど見る目があったのかね。口は悪いけど、でもちゃんとそういうふうな、そのキャプテン指名したりとかね。ねえ。うん、何なんだろうねって思うんですけど、うん、そういう決断力がすごい監督でしたね。いろんなことがあるんですね。はい。はい。じゃあもう一本ですね。埼玉市のダブルスチールさん。思い出の監督といえば、ライオンズのライバル。日本ハムファイターズの大沢親分ですね。うん、82年、ライオンズとのプレイオフで周囲を騙し、怪我をしていた工藤投手を先発させたのには本当に驚きました。ライオンズについて、八木さんチームには負けないぜ、と言っていたのも忘れられません。最下位の責任を取って監督退任の際には、東京ドームで土下座をし、お詫びをされてジーンとしました。
大沢監督のエピソードがあればぜひ教えてください。いや本当にあのライバルだったですよね、うん、だって八木さんチームじゃないですか。八木さんチームって言ったんですか。でライオンズは肉を食べないんだからさ、うん、そう言ってもね、でも、はい、日本ハムですからね、はい、肉が売り物なんだから、はい、やっぱり相当ね、うん、侮辱されてるようで、うん、でその工藤の投手の話も出ましたけど、はい、本当に出てこないと思いましたよ、骨折してんだもんね、包帯ぐるぐる巻きにして ね、 前 日、 ね、 ね前日もね、そうですよ、でそうやって隠し玉にしといて、うん、投げてきて結構高騰したんですよね。そうなんですよ、手を焼いたんです、ね、びっくりしたんですよね、はい、でも、うん、やっぱり大沢親分っていうぐらいなんで、はい、あの根本監督も親分でしたけど、大沢親分も本当親分らしかったですね、うん、ただ広岡監督と確かにこうライバル心みたいなのはかなり持ってましたね、うん、ですから当時日本ハムと西武で、はい、それこそスティーブと大宮じゃないですけど、しょっちゅう乱闘がありましたもんね選手ですよねまずは井原監督になりますが、森監督時代の名参謀としてリーグ優勝、これが2002年、松井、カブレラ、和田、伊藤、松坂、石井隆、シューミンチェ、ジャン・ズージャといった主力でしたが、日本シリーズでは松坂が巨人、清原にホームランを打たれるなど、まあ、巨人には歯が立たなかったというのが2002年。でも2002年、松坂大輔ってあんまり状態良くなかったですよね。そうですよね、うん、でもぶっちぎりでしたね。そう、あの勝つのはもう後ろがしっかりしててね、はい、それこそ森進嗣投手、うん、で豊田清がいてね、うん、だからもう7回終わればもう勝ったなっていう感じのチームだったんですよね、はいはいはい、だから先発ピッチャーもしっかりしてて、まあ、石井隆なんかの結構あの仁王立ちみたいな感じで投げてね、うん、結構良かったんですよ、うん、だから、まあ、あまり負ける気はしないですけど、コーチをやってると、はい、いっぱいするのがすごくなんかあの反省点が出てきちゃって、ピッチングコーチですかね当時の、はい、そうなんだ、はい、ピッチングそうなんだいえいえコーチをしているとねしからありましたから私から言おうかってゼリかなと思ってたんです。あの年ね、はい、審判がストライクゾーン上げたじゃないですか、うんうんうん、かなり上げ、その年です、あれでライオンズのピッチャーってみんな速球派が多いんですよ、はいはいはい、だから高めのまっすぐ投げてりゃ大体大丈夫だったでしょ、あの年は。そうだからあのピッチングコーチとしてもうローテーションはまあいろんなピッチャーいたんだけど、そんなに苦しむことはなかったんですよ。うん、でもやっぱりなんだかんだ言って後ろに2人いるのは強いですよ、はい、大きいですね、試合が終わらせるのに2人いるんだもん、はい、まあ森進嗣は時々ね壊したりっていうかね打たれたりしたんだけど、でも頑丈だったんですよね、うん、タフと、タフ、すごくタフなんです。だから僕らにしたらもう3連投してて、はい、もう無理だよなってこうお伺いすると、はい、大丈夫です、いけます、いけますっていうタイプのピッチャーだったんですよね。で森あの豊田清はもう几帳面にね、はい、四隅をきっちり投げて、スライダーでもうコントロール良かったんで見てて安心する、そんな中でまあカブレラがいたりしてね、はい、打線も好調で、でグッサン、グッサンって名前なんだっけ、後藤後藤武田そう、あの向こう行ってゴメスに改名しましたよ、だからそういうあのバラエティに富んだね、打線が。グッサンってね、あの、山口、あの、あれにグッサンに似てるんですよ、あの顔がね。そうです。後藤武俊さん。どんどこどんの山口博嗣さんに似てると。で、あの、ぶっちぎりなんだけど、あの、日本シリーズに入ると、あの、シーズン中も松坂大輔が、時々肩がおかしいとか言って。山口智美。山口博嗣は私の先輩でした。すいません。はい、すいません。ごめんなさい。行くよ。はい、はい、すいません。続けてください。すいません。だから、あの、シーズン中あんまり良くなかったんですよ。はい、だから、日本シリーズも、僕は石井隆を前面に出していきたかったんだけど、どうしても松坂大輔じゃないと勝てないって言い続けて4連敗しちゃったんだ、はい、ね、うん。その辺がちょっとね、まあ、ピッチングコーチの責任なんですけど、もちろんね。やっぱり、当時 の、 その反省点ばかりがっていう話をされてたじゃないですか、うんうん、それはどういったところがこう今ないくら貯金しても、はい、負けた試合って反省点があるんですよ、うん、だからあそこでフォアボールあいつなんで出したんだろうなとかそう、うん、寝れるんだけど、はい、夢の中でうなされちゃうんですよね。だからもう朝疲れちゃってね、はい、勝ってれば、まあ、そこそこ眠れるんですけど、だピッチングコーチでもそうですけど、コーチの方大変だと思いますよ。よく平気な顔してね、毎朝毎朝出てきてね、ナイターをやってるんだと思うんですけどね。
井原監督は2002年から2年間、はい、指揮取ったんですけども、うん、2001年で東尾監督辞めて、次の監督は伊藤勉なんじゃないかっていう路線があったんですけども、はいはいはい、伊藤、選手はまだもうちょっと現役やりたいっていうことで、はい、で、2001年のオフ10月ぐらいかな、当時の堤オーナーがメディア関係者を集めて、はい、この近くですよね、浜松町の近くのホテルで食事会を開いたんですよね。はい、で、なんでこの時期にメディア の担当を集めて食事会かなと思ったら、いろんなまあ雑談してたんですけども、はい、まあ、そのうち監督の、次期監督の話になって、うん、あれ珍しいですよね、メディアの担当者が誰かいいのいないかみたいなね、いう話が出て、当時は、まあ、森繁和さんなんかいいんじゃないですかとかいう、ね、いろんな話題も出たんですよ。でも結局最終的に井原監督にも決めといて、はい、うん、周りメディアはどういう反応するのかなというね、そういう食事会だったんですよね。珍しいパターンでしたね。もうある程度決まってたんでしょ。そうです。あくまでも伊藤勉までのつなぎという意味合いがありましたから、で2年間でもう伊藤勉、当時は兼任コーチでしたよね。そうですね、2002年2007年うそういう形になってたんで、だから逆に言えば井原監督も思いっきりいろいろできたんじゃないですかね。常にね、つなぎつなぎって言って、次は伊藤だからって、このやりとりはもういつもしてましたよね。そうでしょうね。はい、でもね、2年のうち一回優勝してるんですからね。そう、ダントツですね。ピッチングコーチがやっぱりね、素晴らしいとね、違いますよ。野球はピッチャーですから。やる気を出させるのは得意なんですけど、交代させるのは苦手なんですよね。交代その、アニアンのやる気を出させるその処世術っていうのはどういったふうにこう。やっぱ相手をある程度尊重しながら、はい、何をしたいのかっていうのを、こう探ってるんですよ、いつもね。で、あんまりだらしないピッチャーの時は怒る。はい、それをこうみんなの前でちゃんと怒りますけど。メリハリ。そうです。で、もうエースクラスはある程度自由にさせるからっていうようなニュアンスでずっと行きますけどね。ニュアンも怒ることがあるんですね。僕ね、短期だったんですよ、本当は。そう、本当にね、短期なんですよ。そうなんですか。中城さん、そんなシーンを見たことありますか？ね、現役時代ね、はい、ありますね。大阪球場でね、はい、あれ短期とは言うのか、まあ普通のピッチャーの心理かもしれないけど、はい、途中降板して、もうベンチで暴れまくって、しばらくして、ベンチが出てきてちょっと話したときに、はい、ゲームのことは全く覚えてない。今点差とかその辺。うん、そう。ね。あの時に、アニアンってこういう面もあるんだなっていうのを感じたことありましたね。だから試合に入っちゃったら、はいはい、お客さんがいるいないは全くわからないんですよ、僕ね。で、そこで打たれたりして、交代してベンチに戻るじゃないですか。はい、その時に歩いていくと悔しさがね、すごく出てきちゃうんですよ、なぜか。で、グローブを投げたり、人がいるとこう、どけってやっちゃい飛ばしたりとかね。ね、うん、そう、そういう感じ。当時のマネージャーがね。そうですよね。ああ、そうですか。そう。それで、僕はいろいろ反省して、今は怒らないんですよ。怒られることあっても怒らない。はい、怒られることはやめてください。反省が元になっていたんですか、うん、そうですね。でも、そういえば最近ね、ピッチャーのお母さんでもね、うん、暴れんの。そう、僕ね、いつも見てるんですよ。ベンチ帰る姿を。ベンチで、で、いないな、いないなと思ったら、うん、この間ね、山川が試合に最後負けてね、ベンチで蹴ってるわけですよ。蹴ってました。お、やってるじゃねえか。で、翌日かな、会って、山川お前、表情が豊かだからずっとカメラ追ってるからね、って。で、蹴ったところを、はい、いや、ちょっと悔しかったんで、いいんだいいんだよ、もう出せ出せ、お前そのキャラクターで喜ぶ姿、悔しがる姿、ね、これやっぱりそんなに、バカ野郎とは言わないと思うんですよね、怪我しない程度にね。そうそう。怪我する人もいるけどね。中にはね、壁を拳で殴って骨折したとか、ね。そうなんですよ、ね。そうですね。いろんなピッチャーもね、いましたしね。だから怒るんでも、やっぱりある程度ね、はい、壁を蹴るときも注意するとかですね。しないと。じゃない方とか。そうそうそう。で、ガラスは気をつけろとかね。はい、ジュースの入ってるね。自動販売機じゃないクーラーボックスね。クーラーボックス、うん、はい。あそこまともに叩くやつがいるからさ。いましたね。さっきちょっと名前出たピッチャーですけどね。血だらけになっちゃってね。わかんないんでやるんですよね。
井原監督が思い出に残っていますという市場の私のクライドさんからメールいただいたんですが、はいはい、井原監督は監督なのに三塁コーチャーとしてグラウンドに立って相手にプレッシャーをかけるスタイルが斬新でした、はいはい、とある試合で三塁コーチャーズボックスから井原監督がサインを出しているとき、サインの長さに苛立ったロッテのバレンタイン監督がやじっていたんですが井原監督はやかましいわと一括それでもやじをやめないバレンタイン監督に井原監督は日本語で言えやと絶世に発展なかなか見ることのできない光景に強烈なインパクトが残っていますそうそうそう、ね、そうなんです、三塁コーチャーにいてね、うん、あのベンチにいるとあのピッチャーを変えたくなると、はい、背番号をこう出すわけですよ。何番何番って18とか、はい、その18が分かんなくてこれ何番なんだろうと思うわけですよね、はい、そういう、こう、距離感があって。確かにね、はい、ベンチにいないとね、うん、そういうね、やりくりのね。そうなんですよね。うん、だから、その辺はちょっと難しかったですね。あの、兄やん、井原監督のもとにコーチされてましたが、井原監督に怒られたことありますかって聞いてらっしゃいますよ。多分、意外とね、井原さんって紳士的なんですよね。うん、だから僕は怒られたことあるのか、まあ怒られても覚えてないからね大体ね。あの家が近所でよくね黒目川散歩したじゃん朝。あの時そういう時は野球の話しないんですか。まああの挨拶だけしかしないです。挨拶だけですか。うん、いや本当に近いんだけど。ええ、あこれまあこれは言うのやめよ。だそうです。だそうとしたら監督についてね、お伝えしてきましたが、続いてはあの伊藤監督になりますね。はい、まあ今回ロッテの監督を辞任されますが、すねはい、まあ西武の生え抜きエリート中のエリートが監督に就任したという印象でしたよね。あのねそれまではね東尾監督は私と同級生なんですよね。はい、でまあ井原監督は一つ上ですけど、はい、初めて自分の年下の監督っていう感じでね、はい、だから自分の年下の総理大臣が生まれた時みたいなんでなんかねああそうか自分の年齢をねすごく実感しちゃう瞬間でもありましたね。そういうのはね、まあ、でもねあのキャッチャーとして全部見てる人じゃないですか、はいはい、キャッチャーって、ね、の要ですもんね。でしかもあの兼任を経て行ってるので単純に選手から監督じゃなくて、はい、ある程度経験を積んでの監督だったから割とスムーズだったと思うんですよね。実際その時の主力は、まあ、松井選手がメジャーに行ってしまったんですけれども、まあ、中島裕之が成長、はい、打線ではカブレラ、和田、ピッチャー陣では松坂、西口、石井隆といったところが、まあ、中心になったというところなんですけれども、まあ、その中城さんこうずっと取材をしてきて、はい、選手時代、そして、まあ、兼任時代、で、監督。監督として何か変わったりする距離感とか、選手との距離感とかってどうでした？現役の時はあまり若い選手と喋ってるって、それはもう当然なんでしょうけどね。はい、ないんですけども、はい、やっぱり監督になったら、コミュニケーションよく取ってますよ。取ってましたよね。うん。それはもう、当たり前なんでしょうけども、だから結構、伊藤監督って若い選手たち、ちょっとこう、ね、そうですね、煙たがれたっていうか、うん、そういう。はっきり言うタイプ で、ね、でしたからね。あの、今の辻監督もある程度芸人と似てる傾向があるんですね。うん、やっぱり、結構あの、若い選手には、はい、あの気になるところは、ビシッて言うところなんかは。だから黄金時代の時って、まあ、あの、辻ももちろんはっきり言ったし、石毛もそうじゃないですか。で、外野も平野家もそうだし、キャッチャー伊藤もそうだし、結構はっきり言うんですよ。そうでしたね。で、言っといて自分でやるから、チームがこうまとまるっていうんですかね。まあ、好きか嫌いかは別にしても、そういうまとまりはあったでしょうね。まさにその、アニアンが、広岡さんが、やっぱりできるから、うまい人にこう教えてもらうみたいな、言ってもらうっていう、同じような構図ですよね。そう、厳しくても、ついていくような、そんなチームだったですよね。まあ、監督時代、現役時代も、アニアンはどうでしたか？ん？誰が？伊藤さん。ああ、この間も話したばっかりだけど、はい、あの、僕が投げるときは、コースに構えないって言ってね、言ってたんですよ。構えないですよ。だって、ま、アウトコース構えたって来ないじゃないですか。それはそうだけどさ。で、困ったらシンカー出せばいいんでしょ？うん、それはそうなんだよな。それで話が終わるんですけど。でもやっぱり、あの、各体現とか、はい、コントロールのいいピッチャーの時はやっぱりきっちり構えるんだって。で、あの、適当に投げてくるピッチャーは甘いとこ構えておいて、それで散らす。だからそういう、なんだろう、各ピッチャーの個性は大事にしてくれたみたいですよ。ある試合でね、伊藤勤捕手がマスクかぶった時ね、はい、あの、ワンバウンドギリギリのボールが弾いたんですよ。
そしたら記録パスボールになったんですよ、はい、普通ワンバウンド系はワイルドピッチなんですよ、はい、そしたらねそのイニング終わってベンチ裏出てきて私にですね、はい、ちょっと記録室行って今なんでボーあのパスボールなんか聞いてきてくれって言うんですよ、はい、僕行きましたよ、上に、で記録員に、はい、本人からねなぜあれがパスボールなのかって言ったら、はい、取れる球だからってはっきり言って、そのまんま下降りてって、はい、記録員が取れる球だからだって言って、はい、それで終わり、ね、それはね違うんだよね。でもねやっぱり現役の試合中にね、はい、そういうっていうのはねこれはなんてストイックっていうのはなんていうんですかね、だって、うん、キャッチャーのエラーになるわけじゃないですか。そうですね、うん、でも普通だったらね試合終わってからマネージャーかなんかにあれちょっと確かめておいてくださいんだけど、はい、その直後にね記録員に聞いてきてくださいってその伊藤勤という選手のねそのなんていうかな気持ちが伝わりましたね、うん、その時ね、うん、で大変なんですよベンチから記録員のいる上まで上がって、はい、試合中に結構疲れるんですよ、ね、若い時選手じゃん、はい、若い時あかなり若かったです、ね、今は行かないよね。もう断りません。それを頼まれる重城さんもすごいですし、家に行って聞いてきて伝えるのもすごいですよね。でも、それがね、面白さなんですよ。ベンチ裏のリポートやってて。試合中のその、いわゆる生声ですよね、はい、いわゆる。そういうのが伝えられ。だから今ね、球場、みんなロッカールームは別に、離れちゃってるから、試合中に選手と接触できないでしょ。あれがね、ベンチサイドをやってるとね、ちょっと物足んないところもあるかもしれないですけどね。当時がやはりいい時代だったなという感じもするわけですか。そうですね。やっぱりじゅうちゃんの人間性だよね。うん、嫌いだったらそんなことやんないんだからさ。結構何近い存在、もう本当に仲間内の人だったからそういうことが言えるんですよね。だってずっとこう取材していた選手が監督になるってまた違った感情ですよね。だからやっぱりその監督って呼び、はい、まあ東尾さんの時もそうですけど、はい、なかなか監督っていうふうに一回声出しちゃえばいいんですけども、うんはい、なかなかこう言いづらいそういうのもあったんですか。ありますね、それはね。ましてその年下、初めて言った、はい、さっき言ったように、はい、初めての年下の監督ですからね。じゃあ選手時代はどんなふうに呼んでたんですか。何ですか。伊藤さんとか伊藤くんとかっていうんですか。務。あ、ですよね。兄はもう務ね。みんな務。うん、ストムが監督になると。やっぱり伊藤監督。で、ソフトバンクも君安。そうそうね。ね、みんな君安。で、言い直すのがめんどくさいよね。工藤監督ってね。その辺が大変ですけどね。やっぱり監督だから監督つけようかとかね。うん、まあ、その伊藤監督もね、今回ロッテを、まあ、退任。優待ということで、まあ、できればね、またライオンズに帰ってきてほしいなっていう感じが。まあ、そうね、そういう気持ちはありますよね。ますよね。でもなんでシーズン中にね、ああいう発表したんですよね。うん、ちょっとね、まあ、それはいろんな球団のね、そうそう、うん、あれがあるんですけどね、はい。さあ、そしてその伊藤監督の次の監督になりますが、まあ、2004年からコーチを務め、2008年、伊藤勤監督の後任として監督に就任したのは、かつてのエース、渡辺伊佐信。2008年は就任1年目でリーグ優勝、日本一になっています。2009年は4位。2010年は優勝マジック点灯から逆転されて2位。2011年は前半戦最下位と苦しみながら後半戦で巻き返して3位。2012年と2013年も2位でペナント奪還はならず、監督を退いてシニアディレクターに就任しました。渡辺監督は優勝目前で逆にこうなんかね、やられちゃったり、借金15から巻き返して5割に戻したりと、反面クライマックスでロッテに下克上されたり、あるいはドラフト会議での抽選が異常に強かったり、まあ、勝負パンツをね。そこはすごいよね。勝負パンツ履いたりというのもありますしね。何かとドラマチックなシーンが多いように思いますが、まずアニアン、渡辺伊佐信監督についていかがでしょうか。なんだろう。絶対に下を向かないっていうイメージの方が強いですね。いつでも自信を持って、勝っても負けても、そんな雰囲気があったですね。現役時代からも特にそんな雰囲気でしたか。まあ、そう、後輩ですけど。自信がないような素振りってあんまり見たことないんですよね。で、優勝逃した時のブライアントに打たれたじゃないですかね。はい、あの時だって、まっすぐ高め投げときゃ大丈夫ですよって言って打たれちゃったんですよね。で、結局、優勝できなかったんですけど、もういつでも自信を持ってる感じですよね。重城さんいかがですか。
私もね、もう、プライベートから何からね、渡辺一郎長いんですけどね、はい、やっぱり、なんていうんですかね、選手とのその、やっぱり、接し方がうまかったなっていう感じがしますよね。でね、1年目優勝したでしょ、はい、やっぱり、デーブ大久保バッティングコーチの存在がやっぱり大きかったですね。あの辺が、さっきの東尾さんと須藤さんじゃないですけど、はい、あの二人のコンビネーションもうまくこう、渡辺監督が怒ると、はい、デーブコーチがなだめて、デーブコーチが怒ると、渡辺監督がなだめてって、そういう、何回、何度もそういうケース見ましたけどね、その辺のバランスが良かったですよね。結局デーブも監督になったんですもんね。その後 ね、楽天の監督でね、町田市のラジオネームライニャンさんから、私の思い出の監督は渡辺久信監督です。私が高校生の頃初めて野球選手でファンになったのが渡辺久信投手でした。かっこよかったですもんね、うん、かっこいい、当時高校生の私は家から西武球場が遠く、東京ドームの日本ハム西武戦を見に行っていました、うん、その時買った下敷きは今でも大事に取っています。渡辺投手が引退をして、だんだん野球離れしてしまったんですが、2008年、監督になって、ライオンズのファンに復活しました。初めて学生の頃、遠くて行けなかった憧れの西武ドームにも行くようになって、ライオンズの応援が復活。今年は今までの最高、メットライフドームに25回観戦に行きました。今は SD となりましたが、また渡辺久信監督も見てみたいです。うん、ありえるっちゃありえる、ね、うん、あのね、ヤクルトも小川先生の復活ってね、ってってね、うん、渡辺監督かなり大柄でしょ、はい、もう100キロ今切ったのかな、まだ超えてるのかな、もう、ね、目の前に見るとすごい大きいですよね。で2008年巨人破って日本一になって、東京ドームで胴上げした時、やっぱりみんな結構重そうに胴上げしたんですよやっとやっと、はい、でその後 MVP の岸が胴上げした、岸がまた80キロあるじゃないですか、ごめちゃくなけてますもんね。あれやっぱりね、渡辺監督と比べてこんな軽いのかっていうね、あの印象ありましたね。それは重いのを持ち上げた後の軽いんだったらね。大丈夫だ、まあ、逆でも、逆だったらどうなんだろう。見せてね、落としたら怪我したんじゃないかってぐらい岸投手上がってましたからね。5メートルって面白いですね。ほんと軽々と上がってましたもんね。まあでも辻監督がね、当然今やってる中で、まあでも渡辺監督も見てみたいっていう当然声もね、このようにあるわけですからね。人気あるもん、渡辺久信、ね。そうですね。僕だって、たまに、どっか行ってね、ゴルフでも行くとさ、うん、その関係者がさ、はい、鍋ちゃん大好きなんだけど、また監督やってくれないかしらとか言うんですよね。うんうん、本当に人気ありますよ。うん、もう渡辺監督のね、はい、友達も私かなり地元の友達って、うん、知って、本当友達を大事するんですよ。で、群馬の友達、いつもだから監督の時、はい、ベンチに来てましたもんね、そう見学にね。あの群馬からね、新人類って言われたね、うん、人たちが監督やってね、うん、頑張ってんですよ。実際その渡辺監督の功績って、アニアン、どんなところに、逆にまた手腕とか。監督としてですか？はい。どうだろう、じゅうちゃんなんかある？監督として、まあね、でも、まあ、最初1年目は優勝しましたけどね、うん、その後、ちょっと尻すぼみになっちゃいましたけども、うん、どうなんですかね。でも成績には結びつかないけども、言葉にすると難しいですかね。でも大好きですよ、僕あの監督って、締めちゃいけないですか。いや、確かに、嫌いだっていう選手はあんまりいなかったですよね。うん。慕われてましたね。そうですね。それがだから成績に結びつくとは限りませんけどね。だから成績いいから慕われてるとももちろん。なるほど、なるほど。言い切れませんけどもね。監督業はそういうもんですよね。そう。ね、全部にね、慕われることもないし、そういうことです。結果につながることもないですよね。ただ大変な仕事ですよね。そうです。あとは見てて、なんか、コーチに任せることができるかできないかっていうのも監督の資質大きいんじゃないですか。アニアン実際、コーチ経験してて。ね、はい。三原監督はかなりこう任せてくれたと。まあ、ピッチャーに関しては、ある程度こうスケジュール持っていって、それがいい悪い。でも、変えるときは、決断するのはもう監督、はい、しっかりそうしてました。だから、さっきから言ってるように、その監督とヘッド格みたいのが、
まあ、それも監督の資質によって違いますよね。そういうのが必要な、はい、参謀的な人間が必要な監督と、はい、そういうのはいらないんじゃないかという監督。今どうの言う、うん、今辻監督がいて、まあ、ヘッドというよりまあ作戦コーチ、うん、橋上さんが、うん、そうですね、はい、うん、だから、まあ、これも時代の流れなのかな、その、うん、ちょっと難しいですけどね、うん、監督がなんかドシーンとしてる今あんまりドンとしてる監督っていませんもんね、あんま動かない監督って。まあ、伊藤監督は太ってるけどね。確かにね。見た目はね、あれですけど。でも、渡辺監督は結局、菊池雄星をね、うん、引き当てたり。そうですよね。SD になっては、その翌年、そう、大石、大石なんですよ、はい。ね。監督になる2007年、はい、オフにね、牧島アナウンサーと一緒に、はい、あの南郷キャンプ行ったんですよ。はい、で、南郷キャンプ行って、夜、近所のコンビニ行ったんです。あの、渡辺監督に言われて。はい、で、コンビニ行って、したら、あの、コンビニ時々キャンペーンでくじやったりじゃないですか、うん、ああ、はい。あのくじで渡辺監督ね、当たりまくっちゃって。そこでもなんですね、やっぱり。それで、すごいですね。その直後ですよ、ドラフト会議。で、長谷部を外して、あ、長谷部、その後、服部外して、はい、二人外したんですよ、はい。で、それから渡辺監督はもう教訓として、はい、もうドラフト前はギャンブルやらない、そういうくじ引かない、それで決めたんで、コンビニのくじも引かないと。2010年、11年に、菊池雄星と大石達也を引き当てたというね。今年は誰が引くの？今年一本釣りじゃないですか。誰が引きに行くの？一本釣りするのじゃないですかね。うん、渡辺 SD じゃないですか、まあ、が引くのね。もし抽選になったらね。多分もう今頃から、そういうギャンブル禁欲生活に入ってるんじゃないですか。問題は抽選になるかどうかですよね。なんでね。多分ね、清宮には行かないと思いますから、西武は。そうなんだ。はい。でも、この間、1位に匹敵するって言ってたよね。一応でもああいうふうに言わないとね。でも、時間まで大丈夫なんですか、清宮入ってもどこで使います？あと中村とキャッチャーね、交流取って使えます、はい、それも春彦さんが言ってましたもん ね、あのうちはうちのニーズに合わないなって、中村翔成に関しては、うん、だからやっぱりピッチャーじゃないですか、はい、やっぱりね、うん、そうですね、それがいいと思いますよ、左ピッチャーかなと思いますが、あの、まあ、そろそろ時間もですね、なくなってきまして、あの、まあ、2014年では第二次井原監督、しかしシーズン途中で休養になりまして、5年ぶりの B クラス5位でした。そこで監督代行になったのが田辺紀夫さん。指揮を取りますが、2015年は4位、2016年も4位となり退任しました。まあ、今年はもう A クラスが確定しております。はいはい、3年連続の B クラス、3年連続というところで止まりました。まあ、でも井原監督、田辺監督、まあ、厳しい戦いを強いられましたよね。まあ、ね。はい、うん、結構、2回目の井原監督は、はい、あの、なんだろう、時代からするとちょっとずれたしね。そうなんです。あ、結構厳しかったしね。で、あの、ズボンの裾とかね、あのヘアスタイルとか、はい、今はそういう時代じゃない。はい、そこをうまくやっとけばね。その分、キャンプでは逆に緩すぎて、あ、練習とか、ね、実践を、練習時間短くして、はい、実践練習をほとんどやらなかったりして、だそれがだから全て、時代が何年か前、何十年か前だったらいいのかもしれないですけど、ちょっと逆をしちゃったですね。時代と。それはあったかもわかんないですね。だからその年、秋山、はい、あの、翔吾は全くダメですよ。練習不足で、キャンプの。あ、そうです。で、翌年、練習しまくって、216本出たでしょ。ああ、2015年、うん。そうなんです。やっぱりキャンプってのは大事なんですよね。キャンプはね、うん。キャンプでどれだけ体を作れるか、そうそうそう、実践感覚を養えるか。技術を磨くかね。そうですね。うん、そうした面では、辻監督になりまして、うん、今年のキャンプ、ご覧になって。で、田辺監督ね、はい、まあ、成績残せなかったけど、あのね、やっぱり僕らから見てて、田辺監督は監督じゃないんです、コーチなんですよね。すごい優秀なコーチなんです。で、監督はね、やっぱり、申し訳ないんですけど、監督じゃないんですよ。はい、僕らから見てて。ただなんか独特のこう、なんだろう、あの、引っ張ってく統率力みたいのが、僕らから見ると、ちょっと欠けちゃってるな、っていうのがありましたね。でも教える技術とかその辺は、うん、バッティングコーチはすごかったよね。すごいですよ。もう誰よりも先に出てきてね。だから今中村とか、あの中村ね、あの栗山とかね、もう全部それ、田辺コーチの頃ですもんね。うんうん、
ですね。歴代監督のお話伺ってきましたが、やっぱりその時のコーチ、支えるコーチも大事だし、うんうん、監督との支え合いというか、うん、飴とムチのお話もありましたし、うん、それぞれの関係性がやっぱ大事ですね。はい、すごい勉強になりました。やっぱりジャイアンツにっていうふうには、うん、多分思ったかもしれないですね。こういうのは巡り合わせとか、その運とかね、そういうのあるんですね。うん、やっぱり、運とかね。はい。大事な、そう、大事な部分だと思うんですけど、まさに、弱かったけど、楽しかった一年だったですね。なんか練習は非常に緩いという言い方変ですだから思ったんですよ。ああ、確かに一年目で、はい。めちゃめちゃこう、しごかれたということではなかったんですか？違うんです。大人扱いしてくれたんですよね。あ、もう、まあ、ベテランというか、まあ、社会人経験で入ってますし。そうなんですよ。だから、そんなに、体をいじめるというよりも、自分が積極的にトレーニングしていれば、OK だよというような感じだったんですよね。だから、自分のことは自分でこう、作れた。はやれやれやれって言われたわけじゃないんで、はいだから、すごく、やりがいはあったですね。一年目いきなり、フロリダのブラデントンでキャンプやって、ね、で、日本でオープン戦せずに、帰りどっか寄って、最後にハワイに寄って、オープン戦やって。はい。だから、まあ、メジャーのグランド、パイレーツのね、キャンプ地でやらせてもらったんですが、行った当初、2月1日は寒く、あ、2月1日だったかな、うん、寒かったんですよ。はい、で、ああ、寒いなと思ったんですけども、根本監督が半袖でね、はい、南国だっていうところをやったんですよね。だから、やっぱりタレントなんですよ、根本さんっていうのね。で、徐々に暖かくなって、うん、練習時間が徐々に長くなるかというと、長くはならない。へぇ、うん、グランドコンディションが悪ければ、うん、キーパーの方が使わせてくれないので、うん、もうやらないで休みになったりもするわけですよね。だからそういうところで観光かなんかできちゃったりするんですけど、だから、はいはい、プロの厳しい練習っていうのは、僕あんまり1年目経験してないんですよ。で、その代わり、新聞記者とかのインタビューでは、はい、中身が濃いっていう答えを出したんですけど、別に中身は濃くなかった。その、ブラデントン行く前にね、伊豆の下田でキャンプやったじゃないですか。その前、高輪プリンスホテルの駐車場ですけどね。そのね、下田のキャンプ、私ね、当時まだマクドナルドの店長時代なんですよ。行ってんですよ。あ、来たの？セーブはね、はい、1年目で、うん。で、行ったら風が強くて、はいはい、風が強いからって練習終わって、もう宿舎までみんなユニホームで走ってました。ちょうどその時、私車でね。はい、ありゃそこの、下田のね、キャンプが、海っぺりなんですよ。はいはい。だから結構ね、そうですもんね、風がね、で、長方形の変なグランドでね。そうそうそう。グラウンドってなんだ。っていうかね。野球場じゃない。野球場ほら。だから、こんなとこでいいのかなっていうような。プロ野球のキャンプが。あれはさ、あれ、あれは合同自主トレですか今で言う。いや、あれは、キャンプでしたっけ？もうキャンプなんですよ。キャンプでしたっけ？うん、ね、認められたんですよね。うん、ユニフォーム着てね。そうです、そうです。だから、まあ一応キャンプなんですけど、で、風が強いからって言って、早めに、8キロ以上あったかな。はい。そのぐらい。オフにね、牧島アナウンサーと一緒に、はい、南郷キャンプ行ったんですよ。はい。で、南郷キャンプ行って、夜、近所のコンビニ行ったんです。渡辺監督に言われて。はい、で、コンビニ行って、そしたら、コンビニ時々キャンペーンでくじやってるじゃないですか、ね。ああ、はい。あのくじで渡辺監督ね、当たりまくっちゃって。そこでもなんですね、やっぱり。それで、すごいですね。その直後ですよ、ドラフト会議。で、長谷部を外して、その後、服部外して、はい、二人外したんですよ、はい。で、それから渡辺監督はもう教訓として、はい、もうドラフト前はギャンブルやらない、そういうくじ引かない、それで決めたんで、コンビニのくじも引かないと。2010年、11年に、菊池雄星と大石達也を引き当てたというね。今年は誰が引くの？今年一本釣りじゃないですか。誰が引きに行くの？一本釣りするのじゃないですかね。うん。渡辺 SD じゃないですか、まあ、が引くのね。もし抽選になったらね。多分もう今頃から、そういうギャンブル禁欲生活に入ってるんじゃないですか。はい、問題は抽選になるかどうかですよね。なんでね。多分ね、清宮には行かないと思いますから、西武は。そうなんだ。はい。でも、この間、1位に匹敵するって言ってたよね。一応でも、ああいうふうに言わないとね。でも、時間は大丈夫なんですか、9名入ってもどこで使います？あと中村とキャッチャーね、交流取って使えます？はい、それも春彦さんが言ってましたもんね。うちは、うちのニーズに合わないなって中村翔成に関しては。だからやっぱりピッチャーじゃないですか、はい、やっぱりね、そうですね。それがいいと思いますよ。左ピッチャー。
かなと思いますが、まあ、そろそろ時間もですね、なくなってきまして、まあ、2014年では第二次井原監督。しかしシーズン途中で休養になりまして、5年ぶりの B クラス5位でした。そこで監督代行になったのが田辺紀夫さん。指揮を取りますが、2015年は4位、2016年も4位となり退任しました。まあ、今年はもう A クラスが確定しております。はいはい、3年連続の B クラス、3年連続というところで止まりました。まあ、でも井原監督、田辺監督、まあ、厳しい戦いを強いられましたよね。まあ ね、はい、うん、結構、2回目の井原監督は、はい、なんだ、時代からするとちょっとずれたしね。そうなんです。あ、結構厳しかったしね。で、ズボンの裾とかね、ヘアスタイルとか。はい、今はそういう時代じゃない、はい、そこをうまくやっとけばね、その分キャンプでは逆に緩すぎて、練習とか、ね、実践を練習時間短くして、うん、はい、実践練習ほとんどやらなかったりして、うん、だそれがだから全て時代が何年か前、何十年か前だったらいいのかもしれないですけど、ちょっと逆をしちゃったですね、時代と。それはあったかもわかんないですね。だからその年秋山、はい、翔吾は全くダメですよ、練習不足でキャンプの。で翌年もないですよね、うん、ただ大変な仕事ですよね。あとは見ててなんかコーチに任せることができるかできないかっていうのも監督の資質大きいんじゃないですか。羽生実際コーチ経験してて、ね、はい、原監督はかなりこう任せてくれたと。まあ、ピッチャーに関しては、ある程度こう、スケジュール持っていって、それがいい悪い。でも、変えるときは、決断するのは、もう監督、はい、しっかりそうしてました。だから、さっきから言ってるように、その、監督とヘッド格みたいのが、まあ、それも監督の資質によって違いましたね。そういうのが必要な、はい、参謀的な人間が必要な監督と、はい、そういうのはいらないんじゃないかという監督。今どうね、で今辻監督がいて、まあ、ヘッドというよりまあ、作戦コーチ、橋上さんが。そうですね。はい。だから、まあ、これも時代の流れなのかな、ちょっと難しいですけどね。監督がなんかドシーンとしてる、今、あんまり落ちどんとしてる監督っていませんもんね。あんまり動かない監督って。まあ、伊藤監督は太ってるけどね。確かにね。見た目はね、あれですけど。でも渡辺監督は結局、菊池雄星をね、引き当てたり。そうですよね。SD になっては、その翌年、そう、大石。大石なんですよ。はい、ね。監督になる2007年。はい。オフにね、牧島アナウンサーと一緒に、はい、南国キャンプ行ったんですよ、はい、で南国キャンプ行って夜近所のコンビニ行ったんです。渡辺監督に言われて、はい、でコンビニ行ってしたらコンビニ時々キャンペーンでくじやってるじゃないですか、うん、はい、あのくじで渡辺監督ね当たりまくっちゃって、そこでもなんですね、やっぱりそれですごいですね。その直後ですよ、ドラフト会議で長谷部を外して、その後、服部外して、二、はい、人外したんですよ、はい。で、それから渡辺監督はもう教訓として、はい、もうドラフト前はギャンブルやらない、そういうくじ引かない、それで決めたんで、コンビニのくじも引かないと。2010年、11年に、菊池雄星と大石達也を引き当てたというね。今年は誰が引くの？今年は一本釣りじゃないですか。誰が引きに行くの？一本釣りするのじゃないですかね。渡辺 SD じゃないですか、まあ、が引くの、ね、もし抽選になったらね、多分もう今頃からそういうギャンブル禁欲生活に入ってるんじゃないですか、はい、問題は抽選になるかどうかですよね、なんでね、多分ね、清宮には行かないと思いますから、西武は。そうなんだ、はい、でもこの間1位に匹敵するって言ってたよね。一応でもああいうふうに言わないとね、でも時間まで大丈夫なんですか、はい、9名入ってもどこで使います？うん、あと中村、はい、そのまま勝ち逃げしちゃうんですよね。だからいいシステムだったしね。そういうのは当然今の野球ですと当たり前になってますけど。もう全然当たり前ですね。はい、100球は少ないと思うんですけど、はい、だいたい今100球じゃないですか。そうですね。で、ライオンズはね、7、8、9はもうね、はい、いるから6回じゃないですか。はい、そうですね。この辺がちょっといいなと、羨ましいですね。当時はアニアの時どうも、まあ、110とか。頭数はあまり関係なかったですね。イニング。イニングですね。7、8。
球で森重和が行くみたいな、うん、僕ねこの1年目2年目ぐらいから広岡監督と1対1で話喋れるようになったんですけどね、はい、試合前の練習中広岡監督って今バテンケージの後ろに来る監督多いんですけど、はい、広岡監督は外野と内野の中間のファールラインにいるんですよ大体、うんうん、でもね自分で気持ち決めてスタッスタって行って、はい、そこで話すとねいろんな話してくれるんですよでマンツーマンで話すでしょ、はい、でそれこそね当時は放送なんかで喋れるような内容じゃなくても選手を結構こき下ろすんですよね、うん、は広岡監督それが一つのねあのストレス解消じゃない、ないかと思うんですよね、うんうん、あの解説になられてからもね結構厳しい言葉言うんですけど、うん、選手に対してもはっきり言いますよねうん、ここがダメだ、うん。で、ピッチャーなんていうのは、一人で投げたい気持ちは結構あるんだけど、はい、黒板出してきてね、はい、お兄ちゃんは5回と3分の1ぐらいが平均だって言って、うん、これじゃあ評価にならんとか、そういうこと言うわけですよね。はい、東野さんだってほとんど関東ペースで投げるから、はい、この差がすごくあって、そういうお前はダメだみたいなことを言うわけですよ。はい、そうもうちょっと投げたいなって思うわけですよね。それがまず最初こう出された時には、はい、ちょっとイラッとするわけですよね。イラッとっていうか、うん、そうなんだって、はい、あんまり感じないじゃないですか、ね、勝てばいいと思ってる方だから、はいはいはい、だから途中で変えられても勝てばまあよしとして気持ちよくお酒が飲めるわけじゃないですか。それが5回3分の1が平均だったら、はい、もう先発ピッチャーとしては失格だよみたいな感じで言うわけですよね。あ、その人心掌握術というかそうしっかりとこうね選手に対してはこう頑張ってこいよ、もっとやれるだろうっていうような、うんうん、いやでも言っときますけど、うん、いつでも厳しいこと言ってるわけじゃないですよ。はいはいはい、いいピッチングして、はい、握手する時の、はい、にやっとこうニコっていうんですかね、うんはい、笑った時はすごく、そうですね、ああよかったって思いますよ僕なんかね、うんうん、だから呼び方もね、今アニアン自分で言いましたけど、はい、お兄ちゃん、そう、ね、広岡監督はねアニアンじゃなくてお兄ちゃんって言うの。で工藤公康今監督ね、はい、ソフトバンクの坊や、坊や坊やずっと坊やって言ってましたね、工藤公康投手のことがね、うん、でね何よりもアニアンがね、はい、広岡監督にねこう自主性を重んじるとか、一番はやっぱり僕をこうなんで成長させてくれた人が、はい、まあ広岡監督ですけども、まあそういう僕がもうダメだなと思ったんですよ。3年目プロ入って3年目に、はい、ほとんど勝てなくて肩も痛くてで終わるかなと思ったところで再生してくれたんで、まあ、やっぱり広岡さんの技術はすごいなと思いますよね。やっぱり一番ですね。根本さんは僕をこう大人扱いしてくれて、結構楽しくやらせてもらいましたけどね、はい、でもまあ広岡さんの、ね、恩師と呼ぶ広岡さんでもかなりこう管理野球で辛い練習の中での、はい、まあ、森さんっていうのも、まあ、多少その、まあ、なんていうんですかリバウンドじゃないですけどちょっとこう楽っていうと表現違いますけど、別に楽じゃないですよね、はいはい、勝ち残んなきゃいけないっていう、この緊迫したところで、また違った心境なわけですもんね。でピッチャー陣が充実してて、塩崎哲也がね1位で入ってきて、はい、同じ部屋でハワイでね、あ、この態度を見て、はい、やっぱりドラフト1位かと思うそういう物おじしないで実際にもういいピッチングを見せるわけじゃないですか、はい、あ、このサイドスローには勝てないかもしれないと思いますよね。やっぱりボールも速いですしね。で、カトリも来てね。みんな変則ピッチャーが、僕をこう、はい、やめろやめろって言うわけですよね。いや、そんなことはないですけど。まあ実際に、その二人がね、非常にいいピッチング、うん、いい投球をして、僕は結局、先発でもダメ。っていう形になって、まあ引退したんですけど、まあでもやっぱりレベルの高いピッチャー陣の中で最後は、まあいい思いはしてないですけども、はい、納得のできる、うん、終わり方だったと思いますよね。当然その、まあ球団から、また他のチームから、はい、来てくれよみたいな話とか、現役に対する、もう少しやってみたいとかっていうのは、そこが根本さん管理部長のすごいところですよね。紹介してくれるって言いましたよ、他の球団でも。でもお前な、あと何年できるんだって、はい、38ですからね、はい、だったらもう今やめて、うん、放送会に行ってやったらどうだ、紹介してやるよって言って就職させてくれたんですよ。だからそれで最初苦労しましたけど、はい、
今になって、まあまあ、まあ、大したことないですけど、うん、役に立ってるんですよね。喋れるようになって。すごい、そこまでレールを引いてくれたんですね。そうなんですよね。だから入るときと、辞めるときと、はい、まあ、両方お世話になったんですよね。やっぱりこう、今いろんな話をこう振り返ってますけれども、やっぱりその時の情景とか、思い出しますか、はい、そうですね。やっぱり根本さん、最初と終わりですよね。やっぱり親分肌で、最後まで頼りにと、はい、僕が投げるときは、コースに構えないって言ってね、言ってたんですよ。構えないですよ。だって、ま、アウトコース構えたって来ないじゃないですか。それそうだけどさ。で、困ったらシンカー出せばいいんでしょ。うん、それはそうなんだよな。それで話が終わるんですけど。でもやっぱり、各体現とか、はい、コントロールのいいピッチャーの時はやっぱりきっちり構えるんだって。で、適当に投げてくるピッチャーは甘いとこ構えておいて、それで散らす。だからそういう、なんだろう、各ピッチャーの個性は大事にしてくれたみたいですよ。ある試合でね、伊藤勤捕手がマスクかぶった時ね、はい、ワンバンドギリギリのボールをが弾いたんですよ。そしたら記録パスボールになったんですよ、はい、普通ワンバンド系はワイルドピッチなんですよ、はい、そしたらね、そのイニング終わってベンチ裏出てきて私にですね、はい、ちょっと記録室行って今なんでパスボールなんか聞いてきてくれって言うんですよ、はい、僕行きましたよ上に、で記録員に、はい、本人からね、なぜあれがパスボールなのかって言ったら、はい、取れる球だからってはっきり言って、そのまんま下降りてって、はい、記録員が取れる球だからだって言って、はい、それで終わり、ね、それはね違うんだよね。でもねやっぱり現役の試合中にね、はい、そういうっていうのはね、これはなんてストイックっていうのはなんていうんですかね、だって、うん、キャッチャーのエラーになるわけじゃないですか。そうですね、うん、でも普通だったらね、試合終わってからマネージャーかなんかにあれちょっと確かめておいてくださいんだけど、はい、その直後にね記録員に聞いてきてくださいって、その伊藤勤という選手のね、そのなんていうかな気持ちが伝わりましたね、その時ね、うん、で大変なんですよ、ベンチから記録員のいる上まで上がって、はい、試合中に結構疲れるんですよ。若い時選手じゃん、若い時、はい、あ、かなり若かったですね。今は行かないよね。もう断りません。それを頼まれる重城さんもすごいですし、家に行って聞いてきて伝えるのもすごいですよね。でも、それがね、面白さなんですよ。ベンチ裏のリポートやってて。試合中のその、いわゆる生声ですよね、はい、いわゆる。そういうのが伝えられる。だから今ね、球場、みんなロッカールームは別に、離れちゃってるから、試合中に選手と接触できないでしょ。あれがね、ベンチサイドをやってるとね、ちょっと物足んないところもあるかもしれないですけどね。当時がやはりいい時代だったなという感じもするわけですか。そうですね。やっぱりじゅうちゃんの人間性だよね。うん、嫌いだったらそんなことやんないんだからさ。結構近い存在、うん、もう本当に仲間内の人だったから、うん、そういうことが言えるんですよね。だってずっとこう取材していた選手が監督になるってまた違った感情ですよね。だからやっぱりその監督って呼び、はい、まあ東尾さんの時もそうですけど、はい、なかなか監督っていうふうに一回声出しちゃえばいいんですけども、うん、はい、なかなかこう言いづらい、そういうのもあったんですか、ありますね、恥ずかしかったりするんです、ね、じゃあもうしっかりしてて、まあ石井隆なんかの結構仁王立ちみたいな感じで投げてね、結構良かったんですよ。だからまああまり負ける気はしないですけど、コーチをやってると、はい、いっぱいするのがすごくなんか反省点が出てきちゃって。ピッチングコーチですかね。当時の。はい、そうなんだ。はい。ピッチング、そうなんだ。いえいえ、コーチをしているとね、しからありましたから。私から言おうかって、ゼリかなと思ってたんですけど。あの年ね、はい、審判がストライクゾーン上げたじゃないですか。うんうんうん、かなり上げた。その年です。あれで、ライオンズのピッチャーって、みんな速球派が多いんですよ。はいはいはい、だから高めのまっすぐ投げてりゃ、大体大丈夫だったでしょ。あの年は。そう、だから、ピッチングコーチとして、もうローテーション、まあ、いろんなピッチャーいたんだけど、そんなに苦しむことはなかったんですよ。うん、でもやっぱりなんだかんだ言って、後ろに二人いるのは強いですよ。はい、大きいですね。試合が終わらせるのに二人いるんだもん。はい、まあ、森信二は時々ね、壊したりっていうかね、打たれたりしたんだけど、でも頑丈だったんですよね。タフと。タフ。すごくタフなんです。だから僕らにしたら、もう三連投してて、はい、もう無理だよな。ってこうお伺いすると、大丈夫です、いけます、いけますっていうタイプのピッチャーだったんですよね。
で、豊田清はもう、几帳面にね、はい、四隅をきっちり投げて、スライダーでもうコントロール良かったんで、見てて安心する。そんな中で、まあ、カブレラがいたりしてね、はい、打線も好調で、で、グッサン。グッサンって名前なんだっけ？後藤。後藤武田氏。そう。あの、向こう行ってゴメスに改名しました。そうそうそう。よくわかった。だからそういう、バラエティに富んだね、打線が。グッサンってね、山口、あれにグッサンに似てるんですよ、もう顔がね。そうです。後藤武田氏。どんどこどんの山口博次さんに似てると。で、ぶっちぎりなんだけど、日本シリーズに入ると、シーズン中も松坂大輔が、時々肩がおかしいとか言って。山口智美さん。山口博次が私の先輩でした。すいません。はい、すいません。ごめんなさい。行くよ。はい、すいません。続けてください。すいません。だから、シーズンじゃあんまり良くなかったんですよ。はい。だから日本シリーズも、僕は石井隆を前面に出していきたかったんだけど、どうしても松坂大輔じゃないと勝てないって言い続けて4連敗しちゃったんだね。うん。その辺がちょっとね、まあ、ピッチングコーチの責任なんですけど、もちろんね。やっぱり、当時のその反省点ばかりがっていう話をされてたじゃないですか。うん。うん、それはどういったところがこう今なる。いくら貯金しても、はい、負けた試合って反省点があるんですよ。はい、だからあそこでフォアボールあいつなんで出したんだろうなとかそう寝れるんだけど、はい、夢の中でうなされちゃうんですよね。だからもう朝疲れちゃってね。はい、勝ってればまあそこそこ眠れるんですけど。だピッチングコーチ、はい、こんなにやったら壊れるだろうと思うぐらいやって壊れない。だから一流プレイヤーになったんですけども。でも、就任1年目は結構選手との確執っていうかね、結構ありましたね。そうですよ。厳しいことばっかりじゃないですか、言うのね。一番は、やっぱりアルコール禁止とかね。まさにその管理野球というのは、そうです。野球もすべての生活になるわけですね。そう。だから普通は肉を食べるじゃないですか。はい。で、栄養士を呼んできて、肉はダメだよって言ったりすると、はい、と思うじゃないですか。で、牛乳はダメで、豆乳ならいいとね。お米は玄米、白米じゃないですか。玄米。玄米。そう。だからキャンプの時ね、玄米こんな真っ黒いのが出てね、はい、みんながブーブーなこんなの食えるかって言って、しぶしぶ食べたりしたんですけど、はい、結果的にはね、はい、結構体にいいっすよ。そうでしょうね。ね、肉を食べる、食べすぎるともたれるじゃないですか。肉食べないからもたれないんですよね。だから反発する人はいなかったんですか、それに。影の反発者はたくさんいましたよ、影でお酒飲んだりとか、肉食ったり、そうそう。ね、東尾さんがキャンプの時に、アルミの夜間にね、ビール入れて、中井さんを買収してね、入れて、で、茶碗、湯飲み茶碗あるじゃないですか。湯飲み茶碗。あれでね、ビール飲んでたっていうね。そうだったら分かんないだろうって。何人かいましたね。あ、ニアンは僕、顔に出ちゃうから。真っ赤になっちゃうからね。なるほど。だから飲まなかった。でも、部屋では飲みましたよ。やっぱり、ね、少しぐらい冷たいビールをガッと飲みたいじゃないですか。そうですよね。美味しいんですよ、これ練習から帰って風呂入ってね。はいはい、その一杯が美味しいの。でも、顔が冷めるまでに時間がかかるから、はい、それをこう、あんまり飲みすぎないようにしてね。はい、まあ、そうやって、広岡野球にはついてきました。一年目ね、特にベテランね、東尾さんとか、はい、田淵さんなんか。太田さんもそうですよね。太田、田淵さんも、もう、合わなくてね。だから結局その、骨心みたいなのが、その野球の野球へのパワーになってたんだね。はい、あれがね。いや、本当にいじめかなというぐらいなことを言っといて、はい、で、そのベテランの選手たちが、うん、何クソって言ってやるんだよね。すごい活躍ですよ。で、優勝して胴上げするんだ、胴上げって喜ぶあれじゃないですか。はい、そうですね。優勝して胴上げして、広岡さんを脅すために胴上げしたいっていう、そういうね、悪知恵というか、目的がすごいですね。大人たちの。ひどいね。そうですか。立場によっていろんな言い方が。いろんな、やっぱね、そういう理由とかもね、パワー、まあ、もちろん落としませんでしたけどね、でもそこまで言う、あれで。クソっていう思いが。結構、要望とかね、結構、したんだよね。そうですね。だから、フロントには、あまり受けは良くなかったかもしれないですけど、まあ、でも、設備とか。だったんですよ。はい。それで、終わりなき旅。
根本陸王って書いてあって、もうびっくりしちゃって、もう何年も経ってるのに、飾ってあるんですよ。その親父の顔見てさ、人が良さそうで、思わず買っちゃうんですけど。お菓子を。そう。でも、やっぱりね、根本さんの偉大さを、やっぱりそこで感じましたよね。今、兄貴言ったでしょ、親父って言うんですよね。はい、みんなね、お世話になった人たちってね。そんな雰囲気ですよね。皆さんが慕ってらっしゃった方なんですね。1999年に、ね、お亡くなりになられてますが、ね、もう急に亡くなっちゃってね、びっくりしましたけどね。実際に、その、まあ、関根純三さんと法政大学時代では、バッテリーを組んでいた時もあり、はい、そして、選手としては現役わずか4年。そうなんですね。そんなもんだったんですね。実績あんまりないんですよね。はい、ただその後は近鉄でスカウトや二軍コーチなどを務めて、あの土井正宏さんをスカウトして、18歳の4番バッターに育てたというエピソードがあるということなんですよね。でも結局ここから埼玉西武ライオンズ、西武ライオンズの歴史が始まっているわけですもんね。その初代監督、根本陸王さんについて今ご紹介いたしました。はい、この後はですね、二代目の広岡達郎監督の話に移るその前に、一曲です。1982年に根本監督から広岡監督へ。本当ですよね。はい、二人目の監督でよかったですけど、はい、びっくりしましたよね。こんなに厳しいことを平気な顔して言う人がいるんだと思ってね。はい、まあ、自主トレなんかね、もう、100メートル、200メートルを100本とか、そういう回数を言うわけですよ。はい、普通は10本ですよね。100本、それを100本って平気な顔して言って、スマーしてやるわけですよ、はい。で、僕らもそれについていくしかないので、はい、まあ、永遠とやるんですけど、はい、そこで思ったのは、はい、意外とみんなできるんだなと。やればできる。やればできる。そうなんですよ。さすがプロ野球選手。その代わりも汗びっしょりですよね。今ね、片山アナウンサーがね、はい、コメント言うんでしょ、うん、最後のとこね、広岡監督は健康上の理由で退任すると、はい、僕とアニアンが目と目があってね、うん、はい、んそれだけっていうね。と言いますと、知らない、まあ、ちょうどこの1982年に、まあ、広岡監督がなられて、うん、文化放送ライオンズナイターがスタートするわけなんですけれどもね。そして中川重志郎さんがレポーター、コメンテーターということになると。そうですね。いうことで、で、その健康上の理由以外にもあるんじゃないかというのは。まあ、健康上の理由からすると、はい、優勝決定の日にね、ちょうど療養していて。長野のね、諏訪の方に行ってて。はい、で、代行が黒江さんだったんですよね。はい、やっぱり一番ですね。根本さんは僕をこう大人扱いしてくれて、結構楽しくやらせてもらいましたけどね。でもまあ、広岡さんのね、恩師と呼ぶ広岡さんでも、かなりこう管理野球で辛い練習の中での、はい、まあ森さんっていうのも、まあ多少その、まあ、なんていうんですか、リバウンドじゃないですけど、ちょっとこう、楽っていうと表現違いますけど。別に楽じゃないですよね。はいはい、勝ち残んなきゃいけないっていう、こう、緊迫した心境なわけですもんね。で、ピッチャー陣が充実してて、塩崎哲也がね、1位で入ってきて、はい、同じ部屋でハワイでね、あ、この態度を見て、はい、やっぱりドラフト1位かと思う。そういう、物怖じしない。で、実際にもういいピッチングを見せるわけじゃないですか。はい、あ、この、サイドスローには勝てないかもしれないと思いますよね。やっぱりボールも速いですしね。で、カトリも来てね。みんな変則ピッチャーが、僕をこう、やめろやめろって言うわけですよね。いや、そんなことはないですけど。まあ実際に、その二人がね、非常にいいピッチング、いい投球をして、僕は結局、先発でもダメ。っていう形になって、まあ引退したんですけど、まあでもやっぱりレベルの高いピッチャー陣の中で最後は、まあいい思いはしてないですけども、はい、納得のできる、終わり方だったと思いますよね。当然その、まあ球団から、また他のチームから、来てくれよみたいな話とか、現役に対する、もう少しやってみたいとかっていうそこが根本さん管理部長のすごいところですよね。紹介してくれるって言いましたよ。他の球団でも。でもお前な、あと何年できるんだって、はい、38ですからね、はい。だったらもう、今、やめて、放送会に行って、やったらどうだ、紹介してやるよって言って、就職させてくれたんですよ。
だそれで最初苦労しましたけど、はい、今になってまあまあまあ大したことないですけど、うん、役に立ってるんですよね。喋れるようになって。すごい、そこまでレールを引いてくれたんですね。そうなんですよね。だから入るときと辞めるときと、はい、まあ、両方お世話になったんですよね。やっぱりこう今いろんな話をこう振り返ってますけれども、やっぱりその時の情景とかをやっぱり思い出しますか。はい、そうですね。やっぱり根本さん最初と終わりですよね。やっぱり親分肌で最後まで頼りになったですね。頼りになったっていうかお世話になりましたね。だからこの森監督の時9年間在籍して8回リーグ優勝、はい、でリーグ優勝逃した89年っていうのはね、例のあのブライアントの4連発なんかあって、非常に最後までね、あの優勝争いしてて、はい、この年ね、あの春のキャンプで伊藤勤捕手がね、はい、足首靭帯を、ね、今年は誰が引くの。今年一本釣りじゃないですか。誰が引きに行くの。一本釣りするのじゃないですかね。うん、渡辺 SD じゃないですか、うん、が引くの、ね、もし抽選になったらね、多分もう今頃からそういうギャンブル禁欲生活に入ってるんじゃないですか、はい、問題は抽選になるかどうかですよね、うん、なんでね、多分ね、清宮には行かないと思いますから、西武は。そうなんだ、はい、でもこの間1位に匹敵するって言ってたよね。一応でもああいうふうに言わないとね、うんうん、でも時間は大丈夫なんですか、はい、9名入ってもどこで使います。うん、あと中村とキャッチャーね、交流とって使えます、はいはい、それも春彦さんが言ってましたもんね、あのうちはうちのニーズに合わないなって、中村翔征に関しては。だからやっぱりピッチャーじゃないですか、はい、やっぱりね、うん、そうですね、それがいいと思いますよ。左ピッチャーかなと思いますが、あの、まあ、そろそろ時間もですね、なくなってきまして、あの、まあ、2014年では第2次井原監督。しかしシーズン途中で休養になりまして、5年ぶりの B クラス5位でした。そこで監督代行になったのが田辺紀夫さん。指揮を取りますが、2015年は4位、2016年も4位となり退任しました。まあ、今年はもう A クラスが確定しております、はいはい、3年連続の B クラス3年連続というところで止まりました。まあ、でも井原監督、田辺監督、まあ、厳しい戦いを強いられましたよね。まあね、はい、うん、結構2回目の井原監督は、はい、あのなんだろう、時代からするとちょっとずれたし、ね、そうなんです、あ、結構厳しかったしね。で、あのズボンの裾とかね、あのヘアスタイルとか、今はそういう時代じゃない、はい、そこをうまくやっとけばね、その分キャンプでは逆に緩すぎて、あ、練習とか、ね、実践を練習時間短くして、はい、実践練習ほとんどやらなかったりして、だそれがだから全て時代が何年か前、何十年か前だったらいいのかもしれないですけど、ちょっと逆をしちゃったですね、時代と。それはあったかもわかんないですね。だからその年秋山、はい、あの翔吾は全くないですよ、練習不足でキャンプの。で翌年練習しまくって216本出たでしょ。2015年、うん、そうなんです。やっぱりキャンプってのは大事なんですよね。キャンプはね、うん、キャンプでどれだけ体を作れるか、実践感覚を養えるか、技術を磨くかね。そうですね、うん、そうした面では松井監督になりまして、うん、今年のキャンプご覧になって、で田辺監督ね、はい、まあ成績残せなかったけど、あのね、やっぱり僕らから見てて田辺監督は監督じゃないんです、コーチなんですよね。すごい優秀なコーチなんです、うん、で監督はね、やっぱり申し訳ないんですけど監督じゃないんですよ、はい、僕らから見てて、ただなんか独特のこうなんだろう、あの引っ張っていく統率力みたいのが僕らから見るとちょっと欠けちゃってるなっていうのがありましたね。でも教える技術と思うぐらいやって壊れない、だから一流プレイヤーになったんですけども、でも就任1年目は結構選手との確執っていうかね、結構ありましたね。そうですよ、あの厳しいことばっかりじゃないですか、言うのね。あの一番はやっぱりアルコール禁止とかね、あ、まさにその管理野球っていうのは、そうです、野球もすべての生活になるわけですね。そうです、だから普通は肉を食べるじゃないですか、はい、で栄養士を呼んできて、はい、肉はダメだよって言ったりすると、えー、と思うじゃないですか。で牛乳はダメで豆乳ならいいとね、お米は玄米、白米じゃないですか、玄米。そうだ、あのキャンプの時ね、玄米こんな真っ黒いのが出てね、はい、みんながブーブーいな、こんなの食えるかって言って、しぶしぶ食べたりしたんですけど、はい、結果的にはね、はい、結構体にいいっすよ。うん、あの、そうでしょうね。ね、肉を食べる、食べすぎるともたれるじゃないですか。肉食べないからもたれないんですよね。
だから反発する人はいなかったんですか、それに。影の反発者はたくさんいましたよ、ね、うん、影でお酒飲んだりとか肉食ったり、あ、うん、そうそう、ね、東尾さんがキャンプの時にアルミの夜間にね、ビール入れて、あの中井さんを買収してね、あの入れてで、うん、茶碗湯飲みじゃんあるんじゃないですか。湯飲みじゃん、ね、あれでね、ビール飲んでたっていうね。そうだったら分かんないだろうって。何人かいましたね。うん、あ、ニアンは僕、顔に出ちゃうから。真っ赤になっちゃうからね。なるほど。だから飲まなかった。でも、はい、部屋では飲みましたよ。お、うん、やっぱりね、少しぐらい冷たいビールをグッと飲みたいじゃないですか。そうですよね。美味しいんですよ、これ、あの、練習から帰って風呂入ってね。はいはい、その一杯が美味しいの、うん。でも、顔が冷めるまでに時間がかかるから、はい、それをこう、あんまり飲みすぎないようにしてね。はい、まあ、そうやって、広岡野球にはついてきました。1年目ね、特にベテランね、東尾さんとか、はい、田淵さんなんて。太田さんもそうですね。太田、田淵さんも、うん、もう、合わなくてね。だから結局その、反骨心みたいなのが、その野球のパ、野球へのパワーになってたんだね。はい、あれがね。いや、本当にあの、いじめかなというぐらいなことを言っといて、はい、で、そのベテランの選手たちが、うん、何クソって言ってやるんだよね。うん、すごい活躍ですよ。で、優勝して胴上げするんだ、胴上げって喜ぶあれじゃないですか。はい、そうですね。優勝して胴上げして、広川さんを脅すために胴上げしたいっていう、そういうね、悪知恵というか、目的がすごいですね。大人たちの。ひどいね。そうですか。立場によっていろんな言い方が。いろんな、やっぱね、そういう理由とかもね、パワー、まあ、もちろん落としませんでしたけどね、はいはいはい、でもそこまで言う、あれで。クソっていう思いが。結構、あの、要望とかね、はい、あの、結構、したんだよね。そうですね。だから、あの、フロントには、あまり受けは良かった、良くなかったかもしれないですけど。まあ、それは、設備とか、設備とか選手とかでね、ビール飲んでたっていうね、そうだったら分かんないだろうって。何人かいましたね。あ、ニアンは僕、顔に出ちゃうから真っ赤になっちゃうからね。なるほど。だから飲まなかった。でも、はい、部屋では飲みましたよ。お、うん、やっぱりね、少しぐらい冷たいビールをグッと飲みたいじゃないですか。そうですよね。美味しいんですよ、これ、あの、練習から帰って風呂入ってね、はいはい、その一杯が美味しいの、うん。でも、顔が冷めるまでに時間がかかるから、はい、それをこう、あんまり飲みすぎないようにしてね。はい、まあ、そうやって、広岡野球にはついてきました。1年目ね、特にベテランね、東尾さんとか、はい、田淵さんなんて。太田さんもそうですね。太田、田淵さんも、うん、もう、合わなくてね。だから結局その、反骨心みたいなのが、その野球のパ、野球へのパワーになってたんだね。はい、あれがね。いや、本当にあの、いじめかなというぐらいなことを言っといて、はい、で、そのベテランの選手たちが、うん、何クソって言ってやるんだよね。うん、すごい活躍ですよ。で、優勝して胴上げするんだ、胴上げって喜ぶあれじゃないですか。はい、そうですね。優勝して胴上げして、広川さんを脅すために胴上げしたいっていう、そういうね、悪知恵というか、目的がすごいですね。大人たちの。ひどいね。そうですか。立場によっていろんな言い方が。いろんな、やっぱね、そういう理由とかもね、パワー、まあ、もちろん落としませんでしたけどね、はいはいはい、でもそこまで言う、あれで。クソっていう思いが。結構、あの、要望とかね、はい、あの、結構、したんだよね。そうですね。だから、あの、フロントには、あまり受けは良かった、良くなかったかもしれないですけど。まあ、それは、設備とか、設備とか選手とかなんだろうね、その辺の中身までは分かんないですけど、まあ、でも、うん、勝ったんだもんね。1年目は全校規制があって、前期優勝して、はい、後期日本ハムのとのプレーオフで勝ったんですけども、はい、83年2年目は、はい、変則、今でいうクライマックスみたいなのがあって、2位に、5ゲーム以上、5ゲーム以内だったらば、1位と2位のプレーオフで、日本シリーズの出場権っていうのがあって、はい、そのルールが決まった時に、はい、広岡さんがもう、はい、怒りまくってね、そんなのもうルールじゃないって言って、で、ぶっちぎりで優勝しちゃったんですよね、83年、うん。そんなことがありましたよね。あの、その管理野球という話では、前に森重和さんに伺ったお話で、はい、駒沢大学時代にもっと厳しかったから、うんうん、ライオンズに入って緩くなったと思っていたと。はい、広岡監督の管理野球も勝つためには当たり前じゃないかと思ってたって言った、うん、その人によって捉え方いろいろ違ったってことですね。そうです。あの、まず、だから、あの、同期ですよね、はい、森重和監督と。はいはい、重和か監督か監督、うん。監督。今のドラゴンズの監督ね。はい。あの、根本さんの練習は楽だったから、うん、多分そこで、あの、大学とかね、の練習に比べてすごく楽っていうのはイメージは持ったと思うんですけど、
ヒロカを気づいた時代でしたもんね。そうですね。84年にね、85年にヒロカ監督退任して、はい、その時の公認候補でいろいろ名前が上がってたんですよね。ほう。森監督はね、6番目ぐらいだったんですよ。そうなんですか？当時の。6番目？そうです。候補として。結構有力とかではなかったんですか？いや、なかったんですよ。だからみんなあれという感じ。そうですね。それはあったですね。なんですよ。うん、それでどういった方々が候補には上がってたんですか？まあ当時の二軍監督だった和田さんとかね、いろいろありましたけどね。あと森監督就任して、はい、一番最初にこう、選手の気持ちを掴んだのは、はい、広岡監督時代さっき厳しいって話ありましたよね。はい、でね、広岡監督の時休みはほとんどなかったんですよ。ね、月曜日でも練習して。はい、でも森監督が一番最初に取り上げたのが、休みを設けた。シーズン中休日を。ですから月曜日ね、を休みにしたんです。それまで広岡監督の時は月火水木金金なんて言われてたんですけども、それが、うん、森監督がその休みを作った休みの休日を作ったっていうのが選手たちには評判良かったですね。やっぱりレギュラーはね、連戦だから終わって休むっていうのはやっぱり大事なことですよね。そうですよね。アニアもその一日休みできるとだいぶ違いましたか、気持ち的にも体的にも。完全休養日って今ね2日目に取るんですけど、はい、僕らの時代まだ完全休養日ってほとんどないんですよ。で、晩年最後の方に完全休養日っていうのができたんですけど、いいピッチングしたことがないから完全休養日しないで罰走をやってましたね。罰走、お前一日走っとけっていう感じですよ。罰走、それは罰走罰走罰で走るの罰走。そう、うん、それでやったりアメリカンノックを受けたりですね、そういう日だったですね。まあ、実際に、十四郎さん、うん、巨人に対して日本シリーズで4勝0敗という。これ90年。そうですね。最後、僕が引退するとして、ね。そうこれはね、いわゆる AKD がもう、円熟期ですかね。うん、秋山、清原、デスラーで。それで、ジャイアンツがもうピッチャー、斎藤とか、牧原とか、桑田、いいピッチャー、いて、4番の清原をすごいマークしてたんですよね。4番の清原をマークしすぎて、はい、5番のデスラーでガーンって打たれたっていうのがね。これがちょっと、うん、だから、まあ、舐めたわけでもないんでしょうけども、はい、秋山清原に神経が行き過ぎて、はい、で、デストラーでそこやられちゃったっていうので、あれよあれよで、だって4勝のうち2つ完封でしょ確か ね。ピッチャーが良くてね。ピッチャーが良くて。だから、普通だったら 4つで終わっちゃうと、先発ピッチャーね、投げないで終わっちゃう。そうですね。ね、うん、ケースもありますもんね。いや、この90年はもう、はい、すごかったですね。もう圧勝という感じでしたね。それイニングが始まる前に。そう。さあ、守りに行くぞとかね。はい、攻撃するぞっていうの、はい、レッツゴー。レッツゴーって言ったってね、そんなにレッツゴーできない。さあ、行くぞってことですけどね。今のね、中日の森重和監督の現役時代ね。はい、中継ぎかなんかやった時に、はいはい、ベンチに戻ってスパイク履き替えた時に、根本監督がね、ピッチャー交代告げに行く時にパッと目があったんですね。はい、で、根本監督が、違うピッチャー言う、を球審に言う予定が、直前に目があったから、はい、つい森重和って言っちゃった。ああ、言っていた。森重和って言ってた。ね、でも、一回も言っちゃったらダメなんですよね。そうです。それで森重和当時の投手は、はい、すぐもうベンチ前でキャッチボールで肩作ってどうだったんですかその時は。抑えたんじゃないですか。抑えたんだよね。意外といけるのよ。その時だけはね。逆になんか切羽詰まってるというか。その後はまたピッチングし直したりするんですけど。はい、でも目があっただけでそんなこと言っちゃう。見たままを目に口に出してたんですね。いい監督だ。投手起用とか采配についてはいかがだったんですか。僕ね。はい。まあ結構勝たせてもらったじゃないですか。16勝を挙げて。そうなんですよ。新人王。そうなんですけど。はい。やっぱり根本監督のおかげの部分は強いんですよね。初回に3点ぐらい取られるじゃないですか。そうすると、もう、ね、監督によっちゃさ、はい、もう帰るで、とか言うじゃないですか。そういうこと一切言わなかったですね。だから3点取られても、回を追うごとに立ち直ってきて、はい、最後逆転して勝つんですよ。だからそういう部分では僕には運があるんですけど、はい、監督が全然変える素振りがしない。これがやっぱり大きかったですね。当時も中6日でした。あ、何日だろうね。もっと中5日ぐらいじゃなかったですかね。
そうした中で結局16勝を挙げるということで、だいぶ褒められたんじゃないですか、監督からは。どうなんだろう。褒められたというより、はい、他のピッチャーが勝てないじゃないですか。なんか僕だけ、そうですね、12連敗して連敗を止めた、まあ結局そのシーズンの西武ライオンズの初勝利が、はい、まあ一応、ね、アニアンなんですもんね。それはもうたまたまだと思うんだけど、でもそういう、あの、巡り合わせみたいな、運みたいなのが、その一生によって、ずっとその年は、付きまとっていったんですよね。僕より強くないんだもん、だって。4.03 だもんね。あ、そんなに、そんなに、そんなもんですよ。それで16勝も勝っちゃうんだからさ、やっぱり運はね、あ、いけない。さあ、使って。どうぞ、どうぞ、12リラックスなさってください。4.03。そうなんですよね。中島さん、実際にその、根本陸夫さんという方は、どういう方だったんですか、現役時代とか。私はもう全然そういうのを知らなくて、はい、ただね。あの、やっぱりね、親分だよね。そんな感じですよね。見た目がね、親分。まあ見た目もちろん怖かったですよ、怖かった。で、外野も平野家もそうだし、キャッチャー伊藤もそうだし、結構はっきり言うんですよ。そうですよね。で、言っといて自分でやるから、チームがこうまとまるっていうんですかね。まあ好きか嫌いかは別にしても、そういうまとまりはあったでしょうね。まさにその、アニアンが、広岡さんが、やっぱりできるから、上手い人にこう教えてもらうみたいな、言ってもらうっていう、同じような構図ですよね。そう、厳しくても、ついていくような、そんなチームだったですよね。まあ、監督時代、現役時代も、アニアンはどうでしたか？ん、誰が？伊藤さん。ああ、この間も話したばっかりだけど、はい、あの、僕が投げるときは、コースに構えないって言ってね、言ってたんですよ。構えないですよ。だって、ま、アウトコース構えたって来ないじゃないですか。それそうだけどさ。で、困ったらシンカー出せばいいんでしょ？うん、それはそうなんだよな。それで話が終わるんですけど。でもやっぱり、あの、各体現とか、はい、コントロールのいいピッチャーの時はやっぱりきっちり構えるんだって。で、あの、適当に投げてくるピッチャーは甘いとこ構えておいて、それで散らす。だからそういう、なんだろう、各ピッチャーの、個性は大事にしてくれたみたいですよ。ある試合でね、伊藤勤捕手がマスク被った時ね、はい、あの、ワンバンドギリギリのボールをが弾いたんですよ。そしたら、記録パスボールになったんですよ。はい、普通ワンバンド系はワールドピッチなんですよ。はい、そしたらね、そのイニング終わってベンチ裏出てきて、私にですね、はい、ちょっと記録室行って今なんであのパスボールなんか聞いてきてくれって言うんですよ。はい、僕行きましたよ、上に。で、記録員に、はい、あの、本人からね、なぜあれがパスボールなのかって言ったら、はい、取れる球だからってはっきり言って、そのまんま下降りてって、はい、記録員が取れる球だからだって言って、はい、それで終わり、ね。それはね、違うんだよね。でもね、やっぱり現役の試合中にね、はい、そういうっていうのはね、これは、なんて、ストイックっていうのは、なんていうんですかね。だって、うん、キャッチャーのエラーになるわけじゃないですか。そうですね。うん、でも、普通だったらね、試合終わってから、マネージャーかなんかに、あれちょっと確かめといてくださいんだけど、はい、その直後にね、記録員に聞いてきてくださいって、その伊藤勤という選手のね、その、なんていうかな、気持ちが伝わりましたね、その時ね。うん、で、大変なんですよ、ベンチから記録員のいる上まで上がって、試合中に結構疲れるんですよ、若い時。若い時、選手じゃん。若い時。あ、かなり若かったですね。今は行かないよね。もう断りますよ。それを頼まれる重症さんもすごいですし、家に行って聞いてきて伝えるのもすごいですよね。でも、それがね、面白なんですよ。あの、ベンチ裏のリポートやってて。試合中のその、いわゆる生声ですよね、はい、いわゆる。そういうのが伝えられる。だから今ね、球場、みんなロッカールームは別にな、あの、離れちゃってるから、試合中に選手と接触できないでしょ。あれがね、ベンチサイドをやってるとね、ちょっと物足んないところもあるかもしれないですけどね。何ですかね、うん、渡辺 SD じゃないですか、うん、が引くのね、もし抽選になったらね、うん、多分もう今頃からそういうギャンブル禁欲生活に入ってるんじゃないですか、はい、問題は抽選になるかどうかですよね、うん、なんだね、多分ね清宮には行かないと思いますから西武は。そうなんだ、はい、でもこの間1位に匹敵するって言ってたよね。一応でもああいうふうに言わないとね、うんうん、でも時間まで大丈夫なんですか、はい、9名入っても、どこで使います？あと、中村と、キャッチャーね、交流取って、使います、はい、はい。それも春彦さんが言ってましたもんね。あの、うちは、うちのニーズに合わないなって、中村翔征に関しては。だからやっぱり、ピッチャーじゃないですか。はい、やっぱりね、うん。そうですね。それがいいと思いますよ。左ピッチャー、かなと思いますが。あの、まあ、そろそろ時間もですね、なくなってきまして、あの、まあ、2014年では、
第二次井原監督。しかしシーズン途中で休養になりまして、5年ぶりの B クラス5位でした。そこで監督代行になったのが田辺紀夫さん。指揮を取りますが、2015年は4位、2016年も4位となり退任しました。まあ、今年はもう A クラスが確定しております。はいはい、3年連続の B クラス、3年連続というところで止まりました。まあ、でも井原監督、田辺監督、まあ、厳しい戦いを強いられましたよね。まあ、ね。はい、うん、結構、2回目の井原監督は、はい、なんだろう、時代からするとちょっとずれたしね。そうなんです。あ、結構厳しかったしね。で、ズボンの裾とかね、ヘアスタイルとか。はい、今はそういう時代じゃない、はい、そこをうまくやっとけばね、その分キャンプでは逆に緩すぎて、練習とか、ね、実戦を練習時間短くして、うん、はい、実戦練習をほとんどやらなかったりして、うん、だからそれがだから全て時代が何年か前、何十年か前だったらいいのかもしれないですけど、ちょっと逆をしちゃったですね、時代と。それはあったかもわかんないですね。だからその年秋山、はい、翔吾は全くないですよ、練習不足でキャンプの。で翌年練習しまくって216本出たでしょ。2015年、うん、そうなんです。やっぱりキャンプってのは大事なんですよね。キャンプはね、うん、キャンプでどれだけ体を作れるか、実践感覚を養えるか、技術を磨くかね。そうですね、うん、そうした面では松地監督になりまして、うん、今年のキャンプご覧になって、で田辺監督ね、はい、まあ成績残せなかったけど、あのね、やっぱり僕らから見てて田辺監督は監督じゃないんです、コーチなんですよね。すごい優秀なコーチなんです、うん、で監督はね、やっぱり申し訳ないんですけど監督じゃないんですよ、はい、僕らから見てて、ただなんか独特のこうなんだろう、引っ張ってく統率力みたいのが僕らから見るとちょっと欠けちゃってるなっていうのがありましたね。でも教える技術とかその辺はバッティングコーチはすごかったよね。すごいですよ。もう誰よりも先に出てきてね。だから今中村とか、あれ中村ね、栗山とかね、もう全部、それは健康上の理由で退任すると、はい、僕とアニアンが目と目があってね、うん、はい、それだけっていうね。と言いますと、知らない、まあ、ちょうどこの1982年に、まあ、広岡監督がなられて、うん、文化放送ライオンズナイターがスタートするわけなんですけれどもね。そうです、うん、そして中川重志郎さんがレポーター、コメンテーターということになると。そうですね。いうことで、はい、で、その健康上の理由以外にもあるんじゃないかというのは。まあ、健康上の理由からすると、はい、優勝決定の日にね、ちょうど療養していて。長野のね、諏訪の方に行ってて。はい、で、代行が黒江さんだったんですよね。そうです、はい、で、それで僕投げてたんですけど、はい、最後東尾さんが締めてね、はい、試合終わったんですけど、そのぐらいしか知らないけど、他になんか重鎮ありました？なんか、ね、僕はアニアに聞こうかと思ってあ、なんで？なんか、ただ、でもね、要するに5年契約で4年終わった、はい、ところなんですよね。はい、なんかんじゃないかなと思ってね。いや、なんかあるかどうかわかんないけど、うん、僕は、お世話になった監督として、はい、私一番広岡監督のイメージでね、はい、思い出すのは、アニアンの投げるモノマネ。うまいっすよね。うまいの。監督がですよ。監督がアニアンのこうやって投げるんです。ほんとね。アンダースローで。アンダースロー。これはね、今考えたら、はい、まだ50歳いってるかいってないかぐらいでしょ。そうですね、50前でしょ、まだ。ね。それが分かるんだけど、はい、その当時僕なんかもうすごい年いってるし、だなと思ってて、はい、投げたら、はい、僕よりいいボールを放るんですよね。何を。いや、本当なんだって。そんなですか。ショックですよね、かなりね。そう、僕ら力任せに投げるじゃないですか。はい、そうさ、ぐちゃっとボールが行くんですよ。はい、で、それじゃなくって、シャーって投げる、これやってシャーって投げるんだって言ったら、はい、シャーっとこう、血を吐くようなまっすぐが行くんですよ。へぇー。それを僕が真似するんですよ。へぇー。だ広岡監督が僕の真似したんだけど、はい、広岡監督の真似を僕がするんですよ。よくね、歌真似もそうじゃないですか。歌真似も上手い人、もちろん歌唱力がないと絶対真似できないって。はいはいはい、やっぱり広岡監督、その辺がもう投げるのも打つのも、それこそ、はい、バッティングフォームもモノマネ上手ですもんね。はい、だから石毛より上手だってね、うん、石毛もすごく上手かったんですよ。はい、でもお前下手だって言って直していったんですからね。で何よりすごかったのがね、ノック、はい、内足ノック、はい、普通ゴロ左右に振るじゃないですか、右と、はいはい、それが本ね、ノックを受けてる人間がと遠いともう諦めちゃうじゃないですか。はいはい、その諦めちゃう遠さは打たないんですよ、決して。もうギリギリに追いつく
ギリギリに追いつくところに、はい、打ち分けるというね。そう。だから選手をうまくするのは、ノッカーに責任があるって常々言うんですよ。だからノック打つ人も、すごくプレッシャーがかかるんですよ。